皆様大変お待たせいたしました。ただいまより令和6年度全国山岳遭難対策協議会の開会式を行います。私は本日進行を務めさせていただきますスポーツ庁健康スポーツ課の黒田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。なお本日はこの会場のほかにオンラインで約300名の皆様がご参加されております。会場にお越しいただいた皆様におかれましては、お暑い中ご足労いただき誠にありがとうございます。また YouTube のライブ配信でご視聴いただいている皆様におかれましても、ご多忙の中どうもありがとうございます。はじめに主催者を代表しまして、スポーツ庁審議官橋場健よりご挨拶を申し上げます。橋場審議官、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきましたスポーツ庁の橋場でございます。令和6年度全国山岳遭難対策協議会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本協議会は昭和39年以降、毎年全国各地から多くの登山関係者の参加を得て、事故のない安全で豊かな登山活動を進行する目的で開催しています。関係者の皆様方には、山岳遭難事故の防止とともに遭難救助に多大なご尽力をいただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。これから本格的な夏山シーズンが始まり、登山者にとっては胸躍る季節ですが、依然として数多くの山岳遭難が発生しています。先月末にも山開き前の富士山で登山者4名の方がお亡くなりになるという大変痛ましい事故がございました。山岳遭難の多くが知識や経験、体力不足、不十分な事前準備などが原因と言われており、体力や経験に合わせて登る山を選び、ルートを十分に確認して入山することの重要性をさらに周知していく必要がございます。スポーツ庁をはじめとする関係省庁団体で構成される山岳遭難対策中央協議会では、登山者への啓発を目的として毎年山岳遭難セーフティーカードを作成し、全国の国立公園のビジターセンターや登山ショップなど登山者の皆さんが立ち寄る場所で配布しています。その他にも都道府県教育委員会等を通じて研修会の開催等も支援をしています。本日の協議会には例年同様、各分野の第一人者の方々を講師にお招きしています。より充実した会議となるようワークショップ形式のプログラムも実施するとともに、オンラインでの配信を行い、より多くの方々に有益な情報を提供できるよう準備してまいりましたので、ぜひ積極的なご参加をお願いいたします。そしてここで得た知識を安全な登山や遭難救助の活動のためにご活用いただければ幸いに存じます。限られた時間ではございますが、活発な協議を重ねられ、山岳遭難事故防止に向け実り多い協議会となりますことを記念しまして、私からの開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。橋場審議官、ありがとうございました。それでは前半の講演を始めたいと思います。日本雪崩捜索救助協議会日本雪崩ネットワーク理事の出川梓様より、日本の雪崩捜索救助を次のステージへ、 ICS の概念に基づいた自助共助フェーズの成熟を目指してと題しましてご講演をいただきます。それでは出川様、よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介いただきました出川です。よろしくお願いいたします。本日はですね、山岳6団体で作っております雪崩捜索救助協議会の取り組みについてお話しさせていただきます。まず私の方の自己紹介ですけども、今日は6団体代表してお話しさせていただきますが、
今日発表するパワーポイントの内容はですね、競技会を構成する理事の皆様に見ていただいて、この内容でいいでしょうということでご了解いただいたものをお話しします。で、私の方は普段雪崩ネットワークの理事をしておりまして、いろんなプログラムの総括責任者をしております。あと雪崩ネットワークの方ではシーズン中5、3域で雪崩情報を出しております。で、私の方は白馬と妙高を担当しておりまして、この10年ぐらいですね、シーズン100日ぐらい毎日雪崩情報を書いていると。で、まあ事故があれば調査に行っているというような形です。で、雪崩ネットワークの教育プログラムを日本山岳ガイド協会さんの方にご利用いただいておりますので、ガイド協会の会員にもなっております。で、ガイド養成指導者とですね、あとガイド協会さんの方がヨーロッパの方の山岳遭難救助の組織であるイカールに所属しておりますので、そこの雪崩部門の委員もしているというところでございます。あと私のは雪氷学会の会員です。ただ私は職業研究者ではございませんので、現場の人間として事故調査した内容ですとか、あるいは雪崩講習会参加者ですね、そのデータを整理して学術の場で発表して、まあ、雪氷の先生方にご意見とかですねコメントをいただきつつ雪崩教育を行っているというものです。で、本日のお話はですね、この競技会を作るきっかけとなった事故があります。その話で、その事故を考えることで浮かび上がってきた課題とかがありますので、それをどういうふうに解決しようかと。で、その流れで組織が作られましたと。で、プログラムを構築して進めているうちに、また別の課題も見えましたと。で、そういった改良の流れをお話しします。で、あと残されている今後の問題という流れになっております。で、まず一つ目ですね、今日お話ししておきたい要点は3つになります。1つは、山で事故があると助けようと人が集まってきますね。なので、どうやって協力し合うのが大事かなって考えるのが1つ目です。で、2つ目は人がいっぱい集まってくるわけですから、その現場をどうやって統制するんだ、マネジメントというのが大事になってくると。例えばビーコン使いましょう、訓練しましょうと、そういうハードスキルもとても大事なんですけども、実際の現場をうまく動かすにはマネジメントってものが大事ですよということです。で、3つ目としては、そういうふうに人がいっぱい集まってきますと、いろんな考え方とか価値観とかいっぱい、現場が混乱しがちになります。で、そういう場合はやはりゴールから考えましょうと。ゴールって何って話ですね。と、要救助者を生存救出する、そのゴールから考えていけば、よりベターな答えが見えてくるんじゃないんでしょうかということです。みんなが協力しよう。で、そのためにはマネジメントは大事ですよと。で、何か問題が生じるかなと思ったら、ゴールから考えてみましょうということです。で、きっかけとなった事案なんですけども、2013年マサゴ岳での雪崩事故です。この事案では7名の方がお亡くなりになりました。で、右下の写真、雪崩が発生したときにどんなグループサイズがどの辺に行ったのかを図示してますけども、赤丸が被災者のグループです。で、7人が埋まって7人がお亡くなりになりました。で、近くにもガイドグループですね、この堆積区付近にガイドグループが2グループありました。で、この辺の周辺にいた人が捜索救助活動を行っております。で、最終的には30人ぐらいの方が活動に関わっておりまして、で、1時間ほどで6人の方を発見しています。で、ちょうど1時間ぐらい経ったところで、地元の富山県警の警備隊の方がですね、現着しましたので、現場が引き渡されて7人目の方は県警さんが発見しています。で、現場にいましたガイド2名とですね、いろいろその後もいろいろ話を聞いたんですけども、やはり堆積区が非常に大きかった、あと何人埋まってるかわからない、それからいっぱい人が集まってくるんだけども、現場統制がとても難しかったというようなお話をしてました。で、この事案が全員掘り出されてですね、B コン皆さん持ってたんで、素早く掘り出しができたんですけども、それが落ち着いた頃、雷鳥沢で3時半ぐらいですね、サイズ2の雪崩が出ました。これ誘発です。で、すでに滑走のトラックが入っている斜面をトラバースした人が誘発しました。で、これ被害何もないんですけども、雪崩教育にかかっている側としてはこれ非常にシリアスに受け止めています。これもし人が多かった午前中に雪崩出たらどうなっちゃったかなってことですね。
多人数が巻き込まれましたと。それだけじゃなくて、多分マサゴの時と同じようにですね、こういっぱい集まってきます、助けようということで、とすごい現場は大混乱になるだろうというのが見て取れるということです。なので、まあ、マサゴの件もちょっとよく考えた方がいいなと。そうしますと、まあ、良いニュースもあるだろうということですね。というのは仮装者はほぼほぼ流れ装備持ってます。で、持ってるだけじゃなくて基本的な訓練されている方が非常に多い、プラスそういった善意の方がどんどん集まってくる、ね、でそういった方々が主体的な動きをしていると。これはとてもいい話なんですね。でこれはこれまで雪崩、安全対策に関わってきた皆様の成果がここに出てるんだろうと私は思ってます。ただまあ悪いニュースとしては、まあ、人気の山なんで大きい事故って起こりやすくなるというのが一つあります。あと雪崩教育、日本では標準化されていませんので、まあ、やり方が結構バラバラです。あと当然いろんな人が集まってくるので、スキルともバラバラと。ですから、まあ、現場統制と非常に難しい状況になると。でこの良いニュースと悪いニュースが、まあ、現場ではごっちゃになっているという状況です。なのでこの悪いニュース、良いニュースのですねポジティブな面を広げていって、悪いニュースの、まあ、ネガティブな面を減らしていきたいと。どうしたらいいだろうか、ね、そういうきっかけとなりました。で数年前なんですけども、そのライチョウ山の事故が起こったらどうなるかなみたいな、それに近いことが発生してます。でこれ雪崩事故から発生してて、ちょうど1時間後に、現着した人間が撮った写真です。まあデブリの上でたくさんの人が活動してるわけですね。で例えばこの左側の赤い上の方ですね、この体勢見ればこの方は普段練習してるって一発で分かりますよね。いい腰構えをして、はい、ファインサーチしてます。で黒いウェアの方もそうですよね、ビーコンを雪面に近づけてファインサーチしてます。で右の方もそうですよね、膝ついて、はい、これもファインサーチ入ってるんでしょうね。プラス奥の方の方ですね、すでにファインサーチが入っている人がいるから、じゃあ次のステップのプローブを伸ばそうとすぐに準備している人がいる。でこれもある意味訓練普段してるんだなって分かります。でこういったこう装備を持って普段訓練した人が、まあ、主体的にどんどん動いているという、これとてもいいニュースですね。でただですね、実際この事案において彼らが探しているのはビーコンを持っているか持っていないか分からない方がお一人埋まっているという、そういう状況です。ということはこんな離れた場所で何人もビーコンサーチする状況は絶対ないわけですね。何が起こっているかというと、多分誰かビーコンが発信状態になっている、それが何人もいるということです。でこれを私、その現場を批判したいわけじゃないんですね。現場にいる人たちは本当に一生懸命やっているんです。で大事なのはそういうふうに今私が言ったような良い点と悪い点が見えるのはなぜかということです。それがこの現場には欠けているんですね。それが現場指揮者の視点です、ね、全体状況を見る、何が進んでいるかを確認する。なので、こういった事案が起こったら必要なのは現場指揮者だろうと。でその指揮者の要請っていうようなことが、まあ、これまで行われてないだろうと、ね、いうことです。でこれまでの雪崩教育の中ではですね、まあ、仲間による捜索ということで、まずハードスキル、ビーコンの使い方を覚えましょう、プローブの差し方を覚えましょう、戦略的な掘り出しをしましょうって、まずハードスキルをかなり一生懸命やります。でその後に、まあ、5人で行って1人流されたら、はい、4人で探しましょうとか、はい、5人で行ってて2人流されました、じゃあ残された3人で2人を複数捜索しましょうと、そういう訓練をされていたと思います。それはそれでベーシックなものとしてとても大事だと思います。ただちょっとこう条件が難しくなったり大規模になった場合、それにも対応するためにはどうした教育が必要かなって考えたときに、まあ、発想の転換した方がいいだろうということです。その事案をどうやって統制するのかということですね。そうすると要素としては、まあ、ここ今順番書いてありますけども、状況の把握をすると、進行状況も把握すると、で現場の資源、ね、要因と資機材、どんなものがあるのか、で要因は訓練されてるのかされてないのか、ね、
そのを見て配分していくと。あとは安全管理ですね。でハザードってここに書いてありますけども、現場の地形要素、それから雪の要素、それから気象要素、このハザードの要素を評価する人材が必要であると。プラスそういった危険要素の中に要因が含まれ込まれるわけですから、そういう文脈の中でのリスク管理というのが必要ということです。あとある程度人数が動いてきますと、まあ、応援要因も来ますよね。そうするとそれをちゃんと記録を取っていく、そういう文書管理というのも必要になります。であとはまあ対外的なやり取りですね、広報みたいなのもある。こういう現場をマネジメントするという視点で、まあ、全体構成を見直した方がいいんじゃないかと、まあ、それがテクニックからマネジメントへというような話になります。そのマネジメントといえば、まあ、インシデントコマンドシステムがあるじゃないかという話です。まあ本日来ていらっしゃる消防の方はよくご存知だと思うんですけども、命令系統とか用語とか管理手法が標準化されてます。で事案の種類とか規模によらないオールハザードアプローチというのが捉えています。プラス現場が意思決定すると。でそれ以外の人は、まあ、現場をサポートする、そういうボトムアップ型です。これが特徴です。でこれアメリカの消防が作って、で全国に広がっていって、で最終的にフィーマが関わって法制化されてということです。でそれが隣のカナダであるとかイギリスであるとかオーストラリアとかドイツにも伝わっていって、それぞれの国の法律の中で、まあ、調整しながらですね運用されているというシステムがあります。で日本では 3.11 の東日本大震災の後に政府がその検討したというのは伝え聞いております。ただ法制化までは行ってないと。でまあそこまで大きい話をしなくても、このインシデントコマンドシステム自体が非常に良い概念なので、まあ、それを活用した新しい教育プログラムを作ろうということです。でそれによって、まあ、現場指揮者を養成して標準化したマニュアルを作って、で雪上の訓練をやろうということです。でこのインシデントマネジメントシステムについて、まあ、もうちょっと説明しますと、重要な点は、まあ、資源をどうやって組織化するかということです。で要因で、例えば、まあ、ビーコンを訓練している人がいます。本当に初心者がいます。でもビーコンは初心者なんだけど非常に体力があります。その特性に合わせてうまく配分していくんですよということです。でこの組織化する上で極めて重要な考え方は、その監督権限がありますよということです。人が多すぎるとやっぱマネジメントできないと、ね、まあ、一般的には5人ぐらいしかマネジメントできませんよと。それで多くなったら解雇はさせますということです。と雪崩捜索救助なんかの場合で多いのは、例えばちょっと深い埋没だぞと、あそこに要員を派遣しようと。そうすると、5人で掘り出しますよって言っても、はい、1人を掘り出しの班長に任命して、でその掘り出し作業をまあ監督させるというような手法が取られたりします。あと先ほどの事案のようにですね、いろんな応援要員が周りから集まってきたら勝手に作業を始めるんじゃなくて、現場指揮者にまずチェックインをして、で指揮者から何してくださいという命令を受けて動き出すという、このチェックインという機能も非常に重要な話になってきます。でこういったものを抑えながら進めていく上で、まあ、組織を作った方がいいだろうと。でいろんな団体さん、ね、協力を得てやった方がいいだろうということで、2016年に今提案書が作られました。で、ただ提案書を作っても、その異なった団体さんはそれぞれの長い歴史であるとか、まあ、組織文化もありますので、コンセンサスを取るために雪上のテストコースをやりました。でこの時にカナダの国立公園の職員ですね、山岳救助に関わって30年の方ですねを呼びました。でカナダはインシデントコマンドシステムを導入してますので、その件もよく分かっている、そういう方を呼びました。あと日本のそのインシデントコマンドシステムの専門家も呼んで雪上コースをやります。でその後にまあ協議会を立ち上げまして、であとその各加盟している6団体からですね、技術員が出てプログラムの構築合宿をやりました。オンスノーですね。でその後にまあマニュアルを整備して、で2019年の2月に上級コースを開催です。なのでまあ2年半ぐらい、かかっているということです。で、まあ、マニュアルの整備もですね、例えば雪崩ビーコンあります。で呼び方がいろいろあります。例えばフランス語であれば DVA をまあフランス語で、呼んだりします。デバイスとビクティムとアバランチ、
雪崩犠牲者を探すデバイスみたいな、それをまあ短縮形で呼んだりします。あとはドイツ語圏であれば LVS ですね、これを短縮形でドイツ語で呼んだりします。英語ですとトランシーバーとビーコンという、まあ、両方混在しています。はい、で英語圏であればですね、無線機のことをウォーキートーキーとかラジオとかって呼んだりしますので混乱ないんですけども、日本でトランシーバーと呼んだら何が起こるかっていう話ですね。まあ、普通の人は無線機イメージします。で本物の現場って言えば絶対混乱するんで、はい、その現場でビコンって言うんじゃなくてトランシーバーってもし叫んだら何が起こるかってことですね。なのでゴールから考えましょうと、ね、要救助者を助けるんでしょ、混乱しがちな現場ですよね、そしたらまあ雪崩ビーコンでいいじゃないんでしょうかという話です。で実際、まあ、雪崩ビーコン、まあ、昔から使われてきて最近非常に使い勝手が良くなっていますけども、基本的な限界性能は何も変わってないです。なので昔から何も変わってない機器なので、まあ、浸透もしているので、まあ、雪崩ビーコンという名前で統一しましょうになりました。で例えば山を何もやらない一般の方に対してビーコンって何ですかって説明するときに、電波が発射されてその電波を使って位置特定する機器ですよという説明でいいと思います。ただ実際にビーコンを使う人に説明するにあたっては、ビーコンというのは電波が発射されるときに磁界が広がってその磁束線を捕まえていく磁気誘導なんだよと、これを理解してもらう必要があると。なのでマニュアルの中では電波って言葉を外して磁束線とかですね磁気誘導って言葉で全部統一していってます。こういうふうに、マニュアルもですねまず原型を作ってそれを技術員に全部回して各団体の代表の方が赤入れをしてですねこういうふうに直していこうと一つずつ手を入れながらやってます。なのでプローブも、まあ、ゾーンでって呼び方もあります。ただ基本的にプローブって整えました。でゾーンでレーンという呼び方なんかも、うん、プロービングラインではなくてラインプロービングっていうふうに整えました。でこういうふうにすることによって例えば2点プロービング3点プロービングっていうふうに、まあ、用語の中での統一感がきっちり出てくるということですね。で、まあ、仲間にいる作も、まあ、英語だとコンパニオンレスキューなんですけども、まあ、コンパニオン自体が日本語化してますんで、まあ、別の語感もあったりするので、まあ、分かりやすいって面もあるので仲間による捜索でいいでしょうっていう形になっています。でこれらはまあ今まで使われてきた言葉の整理ですけども、それ以外にも例えばインシデントレベルの定義もしています。これは捜索救助に入る側から見てどのぐらいの困難数の事案が発生しているのかというのをまあレベル定義したということです。あと実際事案が起こったときに一般の方からの報告を受けるにあたって報告フォームも作りました。はい、でこれはホームページに掲載してあって簡易版と詳細版の2つ使えるようになっています。あとは、警察とか消防の方にですね緊急通報する際に一般の方がどんなことを伝えていいのかよくわからないという話もよく出てきますので、その指針をですね項目別にこういう項目を通報するといいですよって言ってその参考文例もつけて、作りました。でまあ、一般の方にはですねこの項目を例えば山に行くときには耐水紙を持っていってノートですねそのノートにこう書いておけば混乱しがちな現場でも上から順番に伝えればいいんですよみたいな話をしています。まあ、こんな感じで一つずつですね問題点を潰しながらまた新たな要素を加えながらマニュアルを作ってで、まあ、実際の雪上の講習会を行ったりしています。で協議会が行っているのは、上級コースで指揮者養成で3日間のものです。で仲間による捜索の基本がまあできている方を対象に、現場指揮について焦点を当てた講師をやるということです。で基本コースですねは、まあ、加盟団体それぞれが行うと今形で進んでいます。でこの上級コースも2019年の2月から第1回始めましたんでこれまで何回かやってるんですけども何回かやってるうちにやっぱり問題も発覚します。である年にですね陸上自衛隊の方がまあ参加されてました。で現場ではこうシナリオ訓練と結構やるんですけどもそのシナリオ訓練が終わった後反省会ですねその陸自の方がいや部隊が消えちゃうんだよねみたいな話をされてました。何が起こったのかというとこのイラストっていうのは8人のグループが行って3人流されましたで3人埋まってますという状況です。
で残された5人で探してる。その時に、まあ、応援要員3人が近くから寄ってきてくれた、そういう状況を示したイラストです。そのコマンダー指揮者ですねに、はい、応援要員3人はチェックインします。で指揮者は、はい、じゃあこちらのビクティム3埋没ちょっと深そうなんで掘り出し手伝いに行ってくださいって指示します。でここの掘り出しをします。と最初ビーコンでこう探してた方ですね、その方が掘り出し班の班長となって、応援要員3人を使って合計4人でその掘り出し要救助者を助け出しましたと。で素早く掘れたので要救助者は、まあ、怪我もなく意識もありということで良かったと。で次の瞬間にですね、ここにいた4人が各自の判断で、あ、私あっち行くわ、僕こっち行くわ、はい、バラバラになってしまう。組織命令系統がしっかりした組織の中にいる人にとっては、ここで作業が終わったら掘り出し班の班長は指揮者に対してそれを報告しなきゃいけないんですね。それなくこうチリチリになっちゃう。でこれはその掘り出し班に加わったこの3人の方が、例えば雪崩教育を受けてて仲間による捜索っていうのは分かってるから、はい、次交付した方がいいんだろうってイメージ湧くわけですよ。だから主体的に動ける、それはいいんですけども、だから簡単な状況だったらそれでいいかもしれないんだけども、ちょっと牙が大きくなるとか、あるいは視界が悪くて全体を見通せないようなコンディションになった時に、これだと今何が進んでいるのかが指揮者まるっきり分かんなくなります。なのでこの指揮命令系統、この辺の教育がうまくしないとダメだろうということになりました。なので足りないのは、まあ、指揮者の役目、はい、これはきっちり教える必要があるだろうということです。で指揮命令って言いますと、一般ユーザー的にはですね、非常に堅苦しい、絶対こうしろってなんか上から押さえつけられるみたいなイメージ持ってる方が非常に多いんですね。でも実際は違うわけですね。ここに書いてありますけど、統制は必要最小限にして自由裁量に余地を与えなきゃいけない、それが指揮のコツですよっていうことです。つまり簡単に言うと、川の流れはこっちですよと大きい方向性は決める。で川の幅はこれだけですよ、はい、その中で自由に動いてやってくださいってことです。で指揮者は、はい、その中で要員が、はい、きっちり動いてるか、川の流れからはみ出していかないかっていうのを、まあ、監督すると、それが指揮者の役目ですよということです。なので指揮命令っていうことに関して、まあ、一般的に大きい誤解があるので、まあ、その辺の誤解を解きながらですね、やっていく必要があると。でこの辺は、昨年の秋に、このマニュアルのバージョン2が出てるんですけどね、そこの中に、かなり詳しくですね、追記で加えています。で、こんな感じで講習やってますんですけど、まあ、とはいえ一般ユーザーの方がみんながみんな講習受けるわけではありませんので、一般向けのリソースですね、はい、例えばビーコンを買ったら秋のうちに仲間を集めて公園で練習してね、でステップバイステップで練習していけるようなこのビーコンの練習ドリルを作って公開してます。で、そこで秋のうちに練習して、今度雪降ったら今度雪の上で練習してねっていう、そういう流れを作ってます。であと資料、紙の資料だと分かりにくいので、まあ、イメージができるようにということで動画も作成してこれも公開しています。で今ビーコンのお話をちょっとしたので、プラスアルファちょっと最近の話題をちょっとだけお話ししますけども最近のビーコンはね、3本アンテナが入っていてシグナルを拾って解析します。でそのプログラムが非常に良くなっているので非常に使いやすくなっています。ただ逆に非常に感度が良くなっているので干渉という問題が今出てきています。でこれ2050ルールって呼ぶんですけども、例えば発信モード、送信モードの時ですね、はい、これは近くに金属類があると影響が出ますよということです。どういうことかというと、このビーコンのシグナルが約1秒間隔にポンポンと出ますけれども、この時に磁界が広がります。なので金属類が近くにあるとその磁界に影響を与える。で例えば25メートル先に埋まってるんだけども影響が出ると20で表示されるとか、あるいはうまく表示されないみたいなことが生じたりします。なのでまあ20センチ離してくださいねっていうものですね。でもう一つ探すとき、いわゆる受信モードですけども、まあ、ノイズが影響を与えます。今私ここにスマホありますけど、ここからもノイズ出てますし、このパソコンからもノイズ出てます。
電気が流れているものからは必ずノイズが出たりするんですけども、それが影響を与えるということです。でこれがどういうことかというと、例えば私がこの会場の一番後ろにいる方とお話をしたいと、一番後ろにいる方がまあ埋まっている方だとしましょう。で大きな声で私を呼ぼうとするわけです。ところがその前にいる会場の皆様がごちゃごちゃとおしゃべりをしている、それがノイズですね。そうすると私は一番奥の人の声が聞こえなくなる、彼が発信しているシグナルをうまく拾えなくなる、ノイズの中に埋もれてしまう。それが受信モードの干渉のシステムです。なので、まあ、こちらに関しては50センチぐらいは離してくださいねという話になっています。でこの20-50ルールについてはですね、ビーコンメーカーの実験室のラボの中でのバックデータがあるので、ある程度エビデンスがある話で、まあ、ほぼほぼこれを守っていれば大丈夫でしょうという話になっています。でもう一つ、イラストが出ていて、モビルと緊急通報の際のものが出てますが、これはざっくりした目安です。目安、はい、バックデータとしてエビデンスの高い論文みたいなのは何もないです。現場レベルでこんなことあったんだみたいな体験ベースの話がいろいろあって、まあ、10ぐらいでいいんじゃないのっていう話でしかありません、はい、でこれ今お見せしている資料とは、この北米の電磁干渉のワーキンググループができていて、私そこで入らせていただいてですね、いろいろ議論の中で出てきた資料なんですけども、普段ビーコンを一生懸命練習されている方であれば、これはなぜ10メーターってなっているか分かるかと思います、はい、つまりシグナルサーチが始まってコースサーチに入りました。コースサーチの後半十数メーターか10メーターぐらいになった時点で速度を落としてください、ゆっくり行ってくださいよ、ビーコンは膝の高さに下げてくださいよってことをやってると思います。そこからが確信になるので、なのでサーチのところで10ぐらいの数字ってのがよくアナウンスされてるので非常に分かりやすいし、 10メーターぐらい離れていれば安全マージンも捉えてるのでいいだろうと、ね、いろんな数字が出てくると安全教育上広めるの難しくなるので分かりやすく10にしてるって、まあ、そういう理解をしていただければいいと思います。でちょっと今脇見されましたけども、今後の課題ですね、協議会として、まずまあ一般の方のリソースっていうのはまだ必要だということです。あとはまあみんなが協力しましょう、マニュアルとか標準化しましょう、でみんなで協力しましょうっていう形で進んでるんですけども、まあ、各団体で、この考え方自体がまあ末端までうまく伝わってないっていう部分がまだ残ってます。あとはまあいろんな活動をされている組織とかもありますので、基本的な理念とかですね、ご賛同いただけるのであれば皆さんに加わっていただいて、民間として同じ標準化されたものが進むのが安全対策が良いだろうというふうに思っております。あともう一つは、基礎コースの1日ですね、こちらの方は、共通化されていません、基本的に各団体が各自でやっているという形になっています。でまあ、ごく一部ですけども、ジムスカの方の総体委員会が主催している冬季レスキュー講習会、それと雪崩ネットワークのもの、あとは長野県山岳総合センターのコース、この1日コースは今同じものをやったりしています。これをもうちょっと広めたいというのがあります。あとはとても大きい問題の一つとして、事前対策の雪崩教育、これが標準化されていません、各団体バラの状況です。でこれに関してはですね、特に現場のハザード評価、地形評価、雪崩評価、気象評価みたいなリスク管理に関わるところに直結してきますので、こういったものの標準化というのも進めていく必要が残っているということです。で本日のお話ですね、簡単にまとめますと、まあ、競技会を作る上で、まあ、きっかけとなる事故がありましたと。でそれをこうよく考えていくと、まあ、現場統制という視点がなかったと。じゃあそのためには、まあ、インシデントマネジメントシステムを利用しようと。でそのために異なった組織6団体が共同して同じマニュアルとかを作って、同じ講習会、同じ教育プログラムを動かし始めましたと。でスタートはしたけどもやってみたら、まあ、問題もいくつか出てきて、まあ、それをクリアしながら、まあ、この後も多分いろいろまだ問題出てくると思いますが、そういったものを改善しながらですね、まあ、進んでいきたいと。でこの我々の取り組みというのは、いわゆる自助共助、ここのフェーズをうまく成熟させていきたいということです。
ですから事案が起これば助けたいという人がガーッと集まってきますので、そこをうまく統制します。そうすると例えばヘリが飛べるようなコンディションであれば、緊急通報から1時間ぐらいに上空にヘリが来ていただけるので、民間が一度協力してですね、助け上げた要救助者を公的な機関の方にスムーズに手渡したいと、そういうような取り組みを行っているということです。はい。で、私の方のお話でこれで大体終わりなんですけれども、一つその来シーズン、講習会ありますので、ご興味ある方はご参加いただければと思います。今日お話したような内容がですね、理解が深まるんじゃないかと思います。あと参考資料として、雪崩の死者データをちょっとつけてありますので、簡単な補足をしておきます。今日の午後ですね、インバウンドのお話がされるということだったので、外国人の方の死者をちょっと整理してあります。2012、13ぐらいからインバウンドが急増してます。で、2015にはですね、観光庁さんの方がスノーリゾートの活性化委員会の中でバックカントリーなんて言葉が、その報告書の中で入ってます。なので、それ以降外国人の方も非常に急増してます。で、直近10年の死者の2割が外国人の方で、直近2シーズンでいうと3割が外国人の方です。で、この直近2シーズン増えて3割も占めてるんですけども、ここには中国人の方入ってないです。中国が今本格的に戻ってきてませんので。で、中国の方は、北京五輪、これを目標に国策としてスキー普及が進みましたので、10年前に比べると滑れる方すごい多いです。むちゃくちゃ多いんで、この方々が本格的に戻ってくる、新生滑りたい、ジャパン滑りたいと戻ってくると、非常に危惧している状況です。で、あと最後のページですね。雪崩死者というのは年によって変動がかなりありますので、10年ごとにまとめたデータです。と、ざっくり言いますと、登山者の死者が減って滑走者の死者が増えてくるという傾向にあります。で、この雪崩死者の特徴というのは国によって大きい傾向違うんですけども、例えばヨーロッパの方であれば雪崩死者の8割ぐらいが滑走者です。北米であれば4割ぐらいがスノーモービラーです。で、ところが、北米の方は雪崩休暇がうまく進んだので、モビラーの死者は今減ってます。はい。で、日本の将来どうなるかという予想なんですけども、滑走者の死者がほぼ占めて、時折登山者による大きい事故が起こるという流れなんだろうなと思っています。で、最後右側のですね、表なんですけども、これ山岳レクの死者において雪崩ビーコンを持ってたか持ってないかというお話なんですが、表を見て一目瞭然なんですけど、登山者は未だに何も持ってない方ばっかりですということです。はい。端的に言って、これ雪崩教育の敗北ですね。はい。私も20年雪崩教育関わってるんで、天に唾する発言ではありますが、実際そう思ってます。で、そのいい判例としてスノーボーダーの方ほぼほぼ持ってます。はい。そのスノーボードというのは北米カルチャーで入ってきてますし、イスラブラックにずっとこもっていて、その後日本に戻ってきてとか、行き来もかなりされてますんで、そうすると入門者教育がかなり充実してますから、山行って滑るんだったらビーコン持って当然みたいな、そういう流れになってます。もちろん持ってないボーダーの人もいっぱいいますけども、雪崩死者の中ではそういうことだということです。で、スキーヤーのところを見ますと、2001から2010のところですね、持ってる人持ってない人拮抗してます。で、持ってない人、ほぼほぼ組織登山者です。はい。だから昔冬季登山をやっていて、かなりハードコアな山をやっていた方が年齢が上がっていって、ちょっと大変になってきたということで、楽しい山スキーにシフトして、で、そういった方々が事故になったときに、ほぼほぼ雪崩ビーコン持ってないです。ところが、そういう組織の系の山スキーヤーの方も意識が変わって、最近はほぼほぼ持ってるっていうふうに変わってきてると。なので、今積みこなしになってるのは、冬季登山者にどうやってビーコンを持っていただけるのかということです。で、これは非常に言うのは簡単で、実際どのようにしていいかなかなか難しい問題として残っています。今日も会場に来られている日本機能者山岳連盟の川島さん、あるいは以前やられていた中山さんとかがですね、
1993年、30年前に日本製のビーコンを作ってます。山で仲間を亡くして何とかしたいということで日本製のビーコンを作ってます。当時世界最先端ですね。捕まえてるシグナル、この強さが耳で聞いてたものを視覚的に分かるようにということで LED ランプを複数つけてます、はい、これ世界初ですね。から雪山とても寒いんで電池が持つようにってリチウム電池を使ってます、はい、で1500時間持つようにってことでアルペンビーコン1500っていう名前の由来にもなってます。それからビーコンを装着するストラップにしても非常にこうフィューと伸ばして使いやすいストラップを工夫して作られています。そういった意味で世界最先端の雪崩ビーコンが山で仲間を亡くした方々のものすごい努力によって作られて、そういった方々が登山者もビーコンを持ってほしいっていう活動してきたにもかかわらず、未だ持っている人ほぼほぼいないというのが現実です。なので、山岳関係者がですね、まあ、いろんな立場の方が、この問題に取り組んでいかないといかんだろうと。で、まあ、我々もよく言うんですけども、まあ、ビーコンを持つということはどうしてもこう自分が生存を拒否するというイメージを持っている方が非常に多いんですけども、それは話半分で、実際は埋もれてしまったら助けに行く人がいるんですよと、まあ、仲間も行くだろうし、それを職務として出ていく公的救助隊の方もいらっしゃる。そういった方々のリスクを減らす、つまりそれがとても大事な面ですよと、ね、そういったことも考えてくださいって話をしています。それがまだうまく伝わってないんだろうなと。ファーストエイドキットと同じですよって話はよくします。怪我しないように行動するのが基本でも、怪我してファーストエイドキットなかったらどうにもならんでしょと。ビーコンも同じです。使わないように動くのが当然でも、事故は起こりうる、ないと、まあ、どうしようもない状況になりますよ。それは当人の問題だけじゃなくて、捜索救助に関わる方々にも全部影響を与えるものなんですよ。山はよく自己責任って言いますけど、自己責任って言葉自体が関係性を切る言葉と使われてますね。なので、雪崩教育の現場ではですね、自己責任って使いません。関係性は切れないんですね、はい、だって助けに行く人いるわけですから。その辺がきっちり理解されてれば、ビーコンって持たなきゃいけないんだなっていうふうに思っていくと思うんですけども、まあ、それがまあなかなか浸透してないっていうのを感じております。なので、まあ、今回、まあ、YouTube じゃなくてですね、 Zoom ですか、で見てる方もいらっしゃると思うんですけども、周囲の方にですね、その辺の認識が変わるように、優しい言葉で広めていっていただければと思います。はい、本日の私お話終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本講演についてご質問を受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いします。すいません、座ったままでいいですか。群馬学連から申し込んでいる荻野と言います。お久しぶりでございます。ちょっとですね、前にも先生の講習を受けさせていただいたことがあったんですけど、その初めてのそこに居合わせた人間でですね、ビーコン捜索雪崩レスキューをするときに、例えば救助組織の場合はですね、こいつが山田、こいつが伊藤、こいつは佐藤、今佐藤に何々やらしてる、伊藤に何々やらしてる、山田に何々やらしてるっていうのが、名前とこいつが何をやってるんだっていうのは全部リーダーが分かってるんで、おい佐藤次何やれ、山田次何やれ、伊藤次何やれっていうのがすぐ分かる。名前も分かるし、佐藤は何をやってる、伊藤は何をやってるっていうのが分かるんですけど、このスタンバイレスキューというか、初めてこの現場で言わせた人たちで始めるとですね、この人は誰だ、この人は何をやってる人なんだっけ、この人何をやってるんですか、だんだん分からなくなってきてしまうんですね。で、声もかけ、名前も分からないんで、何々さんと声もかけようもないし、遠くにいるんで、指示もするのも難しいなというのが思ってきて、だんだん訓練やってるうちに、あ、この人は何々さんだな、この人は何々さんだな、この人は何々さんで、このくらいの力はあったなっていうふうにだんだん分かってくるんですけど、一発目やるときにですね、さっぱかんなくてですね、誰がどれで、誰がどれで、どの人が何をやってるかとか、すごく混乱をしてしまうんですが、
それすごくリーダーがとても難しいなというのを感じたんですが、ちょっとまあ、お考えというかちょっと聞き取りにくいところがあったんですけど、基本的に現場でいろんな人知らない人が集まってきたときに統制しにくいって話ですよね、はい、基本的に名前分からなくても問題ないんです。インシデントコマンドシステムの考え方でいうと機能から考えていくので、はい、あなたは掘り出し班ですよ、掘り出し班の 1,2,3 で終わりですね。であなたは掘り出し班の班長です、はい、あなたはプローブラインですよ、はい、プローブラインの A の班長あなた、うん、という形であります。で指揮者がそのプローブラインの各メンバー全員統制する必要ないですね、はい、プローブラインの班長が、はい、いい番号つけるから、ね、1,2,3,4 だよって、それで終わりです。例えばですね、別のやり方でもいいんですよ。あとウェアの色でね、赤ウェア、黄ウェアみたいな感じでやってもいいんですけども、はい、指揮者が全部名前把握するなんて必要は全然なくて、はい、でそれは今機能別の例えば掘り出し班ですよとかプローブラインですよという話しましたけど、例えばエリアが大きくなってくれば地区で分ける可能性もありますよね。 A 地区 B 地区って分けてしまうみたいな、はい、でそれぞれ班長置くみたいなやり方もありますし、その中で名前がわからない方なんかでも現場では使えます、統制できます、はい、そうリーダーは全部把握しなきゃダメですね、はい、そうです、はい、そうです。で必ず、まあ、報告を受ける、はい、命令を出すという、はい、その関係性をきっちりやっていくということですね。なそれやっぱり難しいです。だからこれまでやったけど上級コースのも最初はどんどんレスキューの規模を大きくすればいいんじゃないかって話はしてたんですけど、そうじゃなくてシナリオ的にはあんまり難しくしなくてもいいので、今言った統制のコミュニケーションですね、これに主眼を置いた形で今ちょっと変えてきています。はい、その他ご質問ございますでしょうか。山本様ありがとうございました。それでは本講演終了とさせていただきます。それでは午前の部終了させていただきます。定刻となりましたので午後のプログラムを始めさせていただきます。今年度もお集まりいただきました皆様により積極的にご参加いただくためにワークショップ形式による検討を用意しております。それではここからはコーディネーターを務めていただく静岡大学教授村越慎様に進行をお願いいたします。村越先生よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、皆さんこんにちは。はい、午後のコーディネーターを務めさせていただきます村越と申します。まあ、午前中からお話をいろいろ伺いまして、まあ、例年のように令和5年度の山岳遭難の状況というところから、また低山でのいろいろな山岳遭難の救助活動、そして、雪崩のへの対応ということでお話を深めてきたかと思います。で今日は、午後の方はいわゆるシンポジウム形式ということで、私の方で、まあ、テーマに沿って少し導入をいたしまして、その後お三人の方から、まあ、話題提供していただき、後半はワークショップ形式、まあ、皆さんに少し参加していただくというところ、それから最後に、まあ、それを踏まえてパネリストも含めてディスカッションしていくという形で進めていきたいと思います。で今年のテーマはですね、外国人登山者から考える日本の現遭難リスクマネジメント教育と啓発というところになります。はい、まあ、こういうテーマでお話をしていくことになります。ちょっとこのテーマに入る前にですね、午前中の令和5年度の遭難状況というところを聞いてですね、少しだけちょっと私の持っているデータで考えてみたいと思います。先ほどの午前中の話では、まあ、遭難者数の
一番多いところが70歳代というお話でした。まあ、この傾向はですね、ここ5年ぐらいあまり変わってなくて、まあ、60歳代70歳代の遭難数が多いということでした。でこれはご存知の方も多いと思いますけれども、基本的には登山者数に依存しているようです。でこちら今お見せしているのは社会生活基本調査という、まあ、これかなり大規模な調査がありまして、5年ごとに行われています。最近のものが2021年ということになります。ここで登山あるいはハイキングをアクティビティとやっている人の割合というのが、まあ、統計調査ですので全人口ではないですが把握できておりますし、まあ、かなりな精度で把握できているんじゃないかと思います。でそこから登山者数の年代別推移を見ますと、このこれで見えるかな、あカーソルは見えないんですかね、これでポインターオプションでレーザーポインターにする、ここですかね、はい。まあ、ここのところ1996年は登山者数のピークが45歳から49歳にありましたと。10年後2006年は55歳59歳ピークがありました。さらに5年後ここになります。その後ちょっとピークが見えにくいですが、16年この辺が多くて21年この辺が多いということは、ある世代がですね一番登山をよくしていて、まあ、よく言われる団塊の世代ですね、私よりも多分10弱上の世代だと思います。そういう世代がよく登山をしていると。でこの登山者数の推移とともに、まあ、遭難者数も推移しているということが言えると思います。で、実はですね、年代によって遭難要因が違うということが分かっています。これはちょっと前2012年と2013年の警察庁が集計しているデータの元データを各警察本部からいただきまして、クロス集計をして分析したものです。でこれ見ていただくと、まあ、これ上位の6つの遭難対応が年代別にどういうふうに違いがあるかというのを見たものですけれども、道迷いがどの年代でも多いということが分かると思います。これは先ほど の発表でもそれに類するお話がありました。で一方でこの時はまだ60歳代の遭難が多かったんですが、いろいろな遭難要因対応が多いということが分かると思います。道迷いだけではなくて転倒滑落も特に50、60になると急激に増えているという状況が、まあ、2012年、13年の頃ですけどありました。でおそらくこのあたりはこの50、60になって転倒が多いというのは、まあ、運動生理学的な人間の特性にもよると思いますので、結局バランス感覚が悪くなるということですね。そういうことで、高齢化すると当然転倒も多くなるという状況が、まあ、だいぶ前から分かっていましたので、まあ、先ほどのお話と合わせると、まあ、高齢者に移行すると道迷いよりもやっぱり転倒が多くなりがちなんではないかということが予測されますし、この傾向はもう少し続くんじゃないかというところを午前中の発表で感じました。まあ、簡単に言うと道迷い遭難率 33% でしたっけね、登山者数の中で言うと。でこれ、ちょっと前までは 40% 近くあったわけですが、登山者そのものの道迷い遭難はどうも減少傾向にある。で一方で転倒のような、まあ、昔だったらそれで遭難するのみたいなことでも遭難しやすくなっているという傾向がもう少し続くのかなというところを、午前中のお話を聞いて、感じましたので、まあ、ぜひこういうところも共有していただければと思っております。で午前中の話にもありましたけれども、もうちょっといろいろ分析したら見えてくるんじゃないのっていうようなお話がありました。でこれ宣伝ですけれども、国立登山研修所の方では調査部会というのを立ち上げまして、まあ、警察が持っているデータをもう少し精緻に分析してみようというところを今年、計画しております。まあ、何年も引き続いていく研究になると思いますので、まあ、こういうところが進めばですね、もう少し詳しい、例えば何歳代ぐらいの人はどういう遭難原因なのとか、あるいは道迷いする人どんな経緯で遭難していくのとか、それを通して、遭難防止につながるようなさらなる
情報も得られるのではないかなと思いますので、ぜひご期待いただければと思いますし、まあ、ひょっとすると来年のこの場でもそういうお話が少しできるのかなと、登山研修所の方でできるのかなと思っております。さて本題に入りたいと思います。先ほども来お話ししている通り、今回のテーマは外国人登山者から考える日本の幻想なんということですが、このタイトルちょっと注意していただきたいのは、外国人登山者から考えると、ここなんですね、ポイントは。後でもお話ししますけれども、まあ、外国人登山者遭難増えてるよということ、それはここにいらっしゃる皆さんもこう肌身で現場で感じていることかと思います。しかし、よくよく見ると約3500人中の150人ぐらいということですから、まあ、割合で言えば20分の1ぐらいということです。ただその中には、まあ、今後の日本の登山の在り方とか、まあ、遭難の推移、あるいは遭難防止にどうしたらいいかということのヒントがあるんではないかと。このタイトル自体は私が考えたものではありませんが、担当、企画をした担当者の方の思いもそこにあるのかなというふうに思います。ですので、今日のこれからのお話の中では、まあ、外国人登山者が遭難してるよとか、それどうしたらいいのっていうだけではなくて、そこを通して、まあ、日本の山の在り方がどうあるべきかと、そこで安全とか利便性とか、そういうことをどう考えていくべきかというところにも焦点が当てられればというふうに思っております。で、残りの私の時間は、まあ、導入ということで、ちょっとこんなところを少し問題提起をしていきたいと思います。すみません、先ほども黒田さんの方からお話ありましたが、すべてのスライドがですね、資料にあるわけではないので、まあ、こういう簡単なところはちょっとお見せするだけで済ませております。まあ、外国人登山者遭難どうも増えてるんじゃないかなっていうことですが、まあ、なぜ増えているのか、あるいは何が起こっているのか、そしてどこが問題なのかというようなあたりを、まずは私の最初の15分ぐらいのお話で、少しこれからお話しするシンポジスト3人の方の導入ということでしていきたいと思います。でですね、皆さんにお願いです。これ資料にありますが、外国人登山者遭難増えてるようだと、じゃあ何が心配なのか、ぜひですね、会場の皆さん、それからオンラインで聞いている皆さん、この QR コードを読み取っていただくと Google フォームが出てくるかと思いますので、こちらの方に回答していただければと思います。後半のですね、ワークショップは会場の方だけではなくて、まあ、ウェブの方もいらっしゃいますので、こうグループワークというようなことはなかなかできませんので、皆さんがいただいたアンケートを集計したりですね、その様子を見ながら進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。また皆さんの方も回答を見ていただくことができると思います。この下の方の QR コードを読んでいただくと、皆さんの回答がですね、出て前半は集計されて出てきます。後半の方は自由記述になっていますので、そちらの方は多分お読みいただけるかと思います。ぜひご協力いただければ、今日の会議がさらに深まるかと思います。さて、この全国山岳遭難対策協議会は、まあ、ずっと昔からやってるわけですけれども、まあ、コロナ禍以後ですね、こういうオンラインのみ、あるいはオンラインと会場併用ハイブリッドでやってきました。まあ、その中で2021年では、まあ、山岳遭難が増えている中で何が気になるかっていうアンケートを、やはり今日のようなフォームを使ってやりました。まあ、その時に出たのでは、まあ、いろいろ、これコロナの時期なので、まあ、救助活動のリスクもあるよと、それから、まあ、低山での遭難増加もあるよというようなこと、それから未経験登山者も増えているよというようなことは、まあ、アンケートの結果分かっておりますが、まあ、外国人登山者の動向についてはどうかというと、一番気になっていることとして挙げた
方はほとんど、あんまりいなかったと。で、その他気になっていること、これ複数回答可能なので、このオレンジの方が数は多いんですけれども、これがせいぜい10に届くかどうかということでした。当然2021年、それ以前2019年ぐらいにはインバウンドの数相当上がってますので、外国人登山者あるいはその遭難が気になるという状況はあったと思いますが、コロナ禍自体では当然外国人の数が減っていますので、そんな気になる状況ではなかったのかなということになります。しかし、コロナ禍も終わりまして、当然インバウンドが戻ってきています。こちらの方資料にあるかと思うので見ていただければ、これものすごい資料というかものすごいデータですよね。我々よくこういろんなデータを使いますけども、こんなに急に数が増えているようなデータってなかなか見ない、相当何かがあったんだろうと思わざるを得ないようなデータです。訪日外国人客の数ですね、ちょっと読みにくいですが、この3のついているところ、これが3000万人、一番上が3500万人ということですね。でもちろんこれまだ戻ってきてない2022年までですが、2018年19年頃でいうと、3000万人を超える訪日外国人客がいたと、もちろんこの中には業務で来てる数も入っていますが、圧倒的に観光の方が多いと。そうするとこれを見ると2013年頃、12年か13年頃から急に伸び始めます。一体何が起こったのかということですね。これもご存知の方も多いと思いますが、少し整理をために挙げておくと、一つは円安が進んだと、これ本当羨ましいなと思うんですが、2012年、1ドル80円だったっていう、今から考えると夢のような時代ですね。それが2015年には120円になったと、この 2,3 年の間に急速に円安が進んだということ、当然日本に来やすくなる。それから2013年にはビザの緩和ということで、こちらの方はウェブでも資料が出ていますけれども、観光立国に向けてビザが緩和されるというようなことが後押しになって、これだけ外国人の訪日客が増えたということがわかると思います。さて、じゃあそれが山にどんな影響を与えたかということで、こちらも資料にありますね。ちょっと順番が変わってるかもしれませんが、外国人登山者に関する新聞記事というのを調べてみました。朝日新聞の方がですね、1985年以降をキーワードで検索できますので、外国人登山者っていうキーワードで検索してみて、全てではないですが主要な記事を上げたものがこれです。細かいところはちょっとスライドでは読んでいただきにくいと思いますので、資料をご覧ください。そうすると、1990年頃からですね、登山者が増えたというような記事があったりですね、このあたりは富士山ですが、小山町須走口と吉田口は途中まで一緒なので、須走口の方に誤って降りてしまう外国人が多いと、もともと日本人もそうやって間違えて降りてくる人は多かったんですが、それに対して看板がつきました。でも日本語なので外国人それが読めなくて須走口に降りて大変な目に遭いましたというような記事があったりですね、一つ一つ読んでもしょうがないので、いろんなことが起こってます。で、先ほどのインバウンドが増える頃からっていうのがこの黄色になってます。2014年からということになりますが、ここが20年間でこれだけの記事ですが、8年間でこれだけの記事が出ているということは、それなりにやはりインバウンド、外国人旅行者の数の増加に伴って、山岳登山、外国人登山者に関するニュースが増えているということもわかると思います。なお、この記事は別に事故だけではなくて、いろんなそれ以外の記事も出てますね。例えば2006年にはクレジットカードの話が出てます。山小屋でカードが利用できるようになったっていうのがニュースになったような時代ですね。そんないろいろなことが外国人絡みで出ております。で、こちらは富士山に限ってということでまとめてみたものです。なんで富士山に限ってかというと、やはり外国人登山者富士山にかなり多いですし、日本の象徴ということでニュースにもなりやすいということで、ちょっと富士山にまとめると、だいたいこの外国人
登山者の、まあ、問題だったり、不便だったりするというところの縮図になっているのかなというところが分かるかと思います。さてじゃあ事故の方はいかがでしょうかということで、見ております。これすいません、あの年代が逆になっていまして、下の方から1990年、上が新しくなっております。でやはりインバウンドの増える2013年を境にちょっと色を変えて、分かりやすく示して、あります。でこれ見るとですね、やはり1990年頃から、まあ、外国人の登山者の遭難ということが問題になっているということが分かりますが、まあ、この記事の飛び飛び具合を見ても、まあ、そうそうあの処置が起こっているわけではないということは分かりますが、まあ、2000年ぐらいからですね、あの、まあ、比較的こうコンスタントに遭難が発生しているということは分かります。で13年以降の記事がこうですね、まあ、あの全ての新聞記事を上げているわけではありませんけれども、これ見ると実はよくよく見るとですね、外国人の登山者あるいは山に入る人の遭難としては、まあ、ほぼほぼバックカントリー雪崩関係の事故であるということが分かると思います。で、まあ、大きな事故としては、まあ、記憶にあるところですが、2013年の中央アルプスでの韓国人の遭難事故ということがありますが、それ以後ですね、ほとんどというか少なくとも新聞記事上は外国人の夏山の遭難事案というのは、まあ、扱われてないということも分かります。まあ、これあの2つのことが考えられますね、それほど起こってないということと、あるいはあまりも当たり前すぎてニュースにならないということもあり得るかもしれません。しかしこの辺りで少し、まあ、山岳遭難、外国人の山岳遭難に関しては、まあ、フェーズが変わったという印象もあります。さてそれでじゃあ外国人遭難多いんでしょうか少ないんでしょうかということで、ちょっとまあ検証とまではいきませんが、あの確認をしておきたいと思います。まあ、上の方はですね、新聞山系のオンラインですねから取ってきた記事で、まあ、どうもちょっと遭難統計に現れる以上に、まあ、外国人が危険な状況が散見されるよという話が、まあ、一応談話として山小屋の方の談話として、挙げられていますが、先ほどの午前中の警察署の、まあ、昨年の遭難状況とも参考にしながらちょっと計算をしてみました。まあ、大体ですね、日本人人口1億2000万人というふうにざっくり数えて、それから先ほどお見せした社会生活基本調査の推定でいうと、まあ、大体登山人口年1回登山する方850万人とされています。そして先ほどの話にあったように遭難者数約3500ですね、そして死亡者数が330ということになります。じゃあ訪日外国人一体どれぐらいなんだろうか。これインバウンド先ほどお見せした通り大体まあ3000万と考えていいと思います。じゃあこの3000万のうち何人ぐらい山登ってるんだろうなと、残念ながらよく分かりません。よく分かりませんが、ものすごく多いわけではないようです。なぜかというと、例えば訪日外国人のうち、長野県に訪れている人どれぐらいっていうと、実は 2.5% ぐらいなんですね。だから 2% ぐらいのオーダーです。でもちろん長野県に行く人全員が山に登るわけではないでしょう。まあ、最も長野県以外のところで、例えば静岡県であれば富士山登る人がいるだろうけれども、静岡県もやっぱり 2.5% ぐらいなんですね、訪日客の中で。でもちろん全員が山登るわけではありません。そう考えると、まあ、外国人、訪日外国人で山登る人って、おそらく 1、2%、もうちょっとかな、最大でも 5% ぐらいなのかなという感じがいたします。そうすると3000万に 5% をかけると、まあ、150万人ぐらいという感じになると思いますので、まあ、その中で150人ぐらい遭難しているということを考えると、まあ、日本人全体の遭難者に対して20分の1ですので、特段多いというわけでも特段少ないというわけでもないんじゃないかというふうに思います。まあ、そう考えると、まあ、今日のテーマに戻りますけれども、
まあ、外国人登山者から考える日本の幻想なんということで、まあ、この増える外国人登山者の遭難についてももちろん議論したいと思いますが、まあ、それだけで終わるわけではなく、そういうものを一つのこうアンテナとして今後の日本の登山山がどうあるべきか、その安全性とか利便性、そんなことも考えられればというふうに思います。でこちらの方には、まあ、先ほどの新聞記事からちょっと拾った、まあ、こんなことが外国人登山者の、まあ、山でのトラブルだったり何かこう新しいニュースとして、現れてきますけれども、まあ、どれもが外国人登山者に限った話ではないわけですね。ですので、まあ、そういう意味でも外国人登山者から今日は日本の遭難を考えていきたいというふうに考えております。ではこの後お三人の方に発表をしていただきますのでお願いしたいと思います。お一人はまあ、オンラインでの参加ということで、その後お二人の発表をしていただきます。村越先生ありがとうございました。それでは続きまして筑波大学大学院佐藤大輔様より外国人登山者の行動特性と受け入れの課題にと題しましてご講演をいただきます。佐藤先生につきましては本日はオンラインでご参加いただきます。佐藤先生よろしくお願いいたします。筑波大学大学院佐藤大輔と申します。今オーストラリアのチロのインスブルックにおりまして、朝6時40分ぐらいですね、簡単に自己紹介しますと今、現在筑波大学の博士後期課程におりまして人文地理学研究室、研究室 におりまして今登山ツーリズムについて研究しております。今回は、山岳科学学位プログラムに在籍していた2019年にですね、外国人登山者の行動特性について調査した内容について報告いたします。タイトルは外国人登山者の行動特性と受け入れの課題ということにしていきます。すみませんこれ、外国人登山者のスライド2になってますけれども、実はそれに対する対面調査というのは実に限られておりまして、その多くが外国人、富士山で行われております。ジョーンズ先生と山本先生のですね、2011年から2012年に行われた調査ではですね、外国人登山者は日本人に比べて山小屋をあまり使わず、山頂往復の時間も短い弾丸登山の傾向が示されました。また2016年の調査では外国人登山者の半数以上がアジアからの登山者であることが分かっています。その他ですね、富士山科学研究所、と大学が共同で調査したものなど、ほとんどの調査が夏の富士山で行われています。それ以外、オンライン調査ですが、コロナ禍の2021年に韓国の登山者愛好者にアンケートを行い、安全意識などの調査、比較調査をしたものがあります。日本の山岳に対してですね、韓国人の7割が危険を感じないと回答する一方、日本人の7割が危険としており、対照的です。また、準備段階においてもですね、計画やコンディション作り、スキル習得など、日本人に対し比べてですね、意識が高くないことが分かっています。この結果はですね、後に紹介する私の調査とも関係するので、覚えておいてください。研究背景です。有能でもなくですね、近年の、今村先生からの話がありました、本日外国人旅行者の増加傾向があります。2013年からですね、頃から急激に増加して、2018年で年間3年前に超えております。また、日本政府観光業を基幹産業にするということで、育成を目指しております。環境省もですね、国立公園満喫プロジェクトを推進しておりまして、外国人に限らず、日本人も含め、国立公園の利用を推進しています。また今回のですね、調査対象地域がある長野県もですね、Go 長野ということで、外国人に限らずですが、インバウンドの山岳観光に、注力してきた経緯があります。はい。その長野県ですけれども、
外国人登山者による遭難事故件数もですね、近年増加傾向にあります。2008年から過去11年のバックカントリースキーを除く、遭難件数をちょっと計算しましたところ、まあ、合計55件、そのうちの29件が韓国人による事故となっています。まあ、注目していただきたいんです。ここです。後で、まあ、調査で報告する台湾の登山者のものが3件と、まあ、大体韓国の10分の1だというところです。はい。はい、まあ、研究目的です。まあ、この登山文化に着目して、まあ、外国人登山者の行動特性を明らかにして、現状の問題点と今後の課題を研究するとしました。はい、研究方法は、ここではですね、この研究では、まあ、山岳事故の件数の韓国とですね、まあ、日本の自然地理的環境が、山岳環境が日本に類似している台湾を対象地域としています。登山環境や登山者の行動の相違を明らかにしたいと思っています。韓国と台湾の登山環境の特徴を簡単にちょっとまとめたので、ご紹介します。左側が韓国で右側が台湾です。まず地質とか地形ですね。韓国の山はですね、古期造山帯に属していてですね、非常に古くてですね、まあ、侵食が激しく、まあ、なだらかである。で、一方、台湾はですね、環太平洋造山帯に属していて、まあ、大陸プレートの衝突による隆起が激しく、雨も多いので、まあ、谷が深く、山が高いのが特徴となります。山、山岳についてですけども、韓国の山岳の、まあ、最高峰は、チェジュ島のハルラ山、1950メーター、2000メートル以上の山岳はないんですね。一方、またその韓国にもですね、百名山のようなものがありまして、山林庁が定めた百大名山ではですね、58座が1000メートル以下、1500メートル以上のはですね、わずか8座となっています。一方、台湾は、まあ、九州ほどの面積にですね、3000メートル方が100座以上あると言われていまして、まあ、数え方によっては250座以上あるとも言われています。気候については、まあ、韓国の気候は、山岳の気候は、半島内陸部で、亜寒帯冬季小雨気候。台湾はですね、北回帰線が島の中央に通っていることから、まあ、北が亜熱帯、南が熱帯、まあ、台風という名の通り、台風の通り道であってですね、雨が多いのが特徴です。はい、次は、登山の文化についてですけど、まあ、韓国では古くから山岳寺院がありまして、まあ、人々が生業とは別に山に入る登山の文化があります。はい。一方ですね、台湾は、ポリネシア系の高山住民が、おりまして、登山の文化は、まあ、近代までありませんでした。社会ですね、韓国の登山者のです、裾野が広くてですね、まあ、世界第2のアウトドア市場ということで、私も調査をするまで知らなかったんですけども、はい、あとですね、一方台湾はですね、人口2400万人、登山愛好者200万人とも言われていまして、まあ、自転車などと並び、登山も、まあ、高い人気を誇っています。はい、次、国立公園、台湾では国家公園ですけども、まあ、いずれの地域も国立公園は日本に比べて入園が厳しく制限されています。韓国の場合は、入園ゲートがあり、時間帯によって時間入場制限があります。一方、台湾は3000メートル以上は、の鉱山はですね、国家公園に指定されておりまして、国家公園局の許可が必要と。さらにですね、警察の入山許可も必要ということになっています。はい、山小屋です。韓国はですね、韓国国立公園財団というものが、運営しておりまして、レンジャーが常駐してですね、通常はこうパトロールなどをしてるんですけども、まあ、その業務が終わると、山小屋の、欠席などをするという感じです。登山者を管理しています。悪天候下ではですね、山小屋を管理しているレンジャーに、最寄りの財団口にですね、降りるように指示されます。私もそういうふうな、指示されました。はい。あと台湾はですね、国家公園局、林務局が管理していまして、無人の山小屋がほとんどです。なのでですね、有人の山小屋、まああるんですけれども、まあ、食事を提供する玉山、登山の基地である、まあパイユン山荘というのがあるんです。まあ非常に人気ですね。毎月利用者の抽選が行われているという状況です。
ガイド組織ですも、まあ、各国の場合、低山登山が中心のため、まあ、全国的なガイド組織が存在しておらず、一方、台湾はですね、高山原住民が、まあ、登山のガイドやポーターを担っている地域があります。また、民間のクラブ活動が盛んでです。それらがガイド役を担っているとも言われております。はい、調査対象を知った山岳についてですね。韓国の場合は、テベック山、山脈最高峰のソラク山、1708メートルに行って登山、まあ、観察、調査をしました。この山ですけれども、韓国の最北部のカンウォン道にあってですね、38度線の北に位置しています。一方、台湾はですね、最高峰、玉山、1952メートルです。で、ほぼ北回帰線上にありまして、まあ、いずれの地域の山、あ、いずれの山もですね、まあ、その地域を代表するような人気の山であることであります。はい、次、それぞれの山岳でですね、登山した時の観察調査した結果です。まず、韓国の、まず国立公園内の登山道についてですけども、韓国はですね、500メートルですね、土俵が、置いてありまして、まあ、現在地の番号で示されて、緊急時の連絡先も、記録されています。危険箇所ですが、はですね、手すり付きの階段、やですね、などが、設置されておりまして、まあ、安全に非常に配慮されています。また、登山道ではですね、ロープや手すり、仕切りなど、まあ、仕切られておりまして、道迷いしないようになっています。こちら、一方ですね、台湾は、道標、危険箇所、登山道とも日本と同じような、作りになって、まあ、森林限界から上部は比較的不明瞭なので、まあ、悪天候時のルートファインディングが、まあ、重要になっているというところです。はい。次は装備なんですけども、韓国、まず韓国ですけども、まあ、私が行った時に雨が降っておりまして、雨天時にすれ違った16人全員がレインポンチョを着用していました。まあ、このレインポンチョというのは、この左側のですね、赤丸で、示したところのようなもので、まあ、頭からかぶる関東型の雨具でですね、足さばきが、いや、通気性が良い一方、まあ、稜線など風の強い場所では巻き上げられて、使用に耐えない簡易雨具です。また一方でですね、調査をしたソウルの登山用品店9店舗では、透湿防水雨具上下のズボンを販売している店が1店舗のみでした。はい。例えばそのノースフェイスの専門店があったんです。そこでもですね、透湿防水雨具のズボンは置いてない、レインコートのみということでした。また大型ザックや寝袋も1店舗を除き置いておりませんでした。一方ですね、タイ、あ、ごめんなさい、はい、台湾なんですけれども、台湾は調査した5店舗全てですね、透湿防水雨具が上下それぞれ、販売されておりました。無人の山小屋が多いことから、大型ザックや寝袋も全ての店舗にありました。登山経験ですね。顕著な点としては、まあ、観光人登山者の登山頻度が、まあ、毎週登山をしているという人が、9割近い、高い頻度で登山をしておりました。まあ、これは、これは私、韓国の大都市がですね、盆地の中にあって、山がですね、居住地に近いこと、まあ、もしくは登山道が整備されていることかが、まあ、気軽に入山している人が多いと考えられます。あ、ごめんなさい。次、装備ですけども、その雨具の方ですね。雨具と照明について、台湾人の多くがですね、透湿防水雨具やの上下とかですね、ヘッドランプの利用が多数なのに対して、韓国ではレインポンチョ、やですね、懐中電灯の利用が多数を占めています。まあ、現地調査のまとめをしますと、まあ、韓国についてはですね、低山であるということ、もしくはですね、国立公園の整備状況から、まあ、装備がですね、軽装で、まあ、登山行動の要因になっていると思われます。台湾についても高山という地理的要因、というとですね、国家公園の制度が、ね、行動を規制している部分があります。はい。次にですね、まあ、槍ヶ岳登山における、まあ、韓国人登山者と、台湾人登山者の行動特性について調査したので、そちらを報告します。まあ、選定理由はいくつかありまして、まあ、標高が3000メートル以上で、まあ、登山が、
登山にですね、最低2、3日が必要で、一定の装備と経験が必要であること、また韓国と台湾の方から人気がありまして、両地域のから一定の登山者を受け入れていること、複数の登山ルートがあって、登山者の志向が分かれること、日本を代表する山岳での一つであるということです。はい。これは、槍ヶ岳登山をする、韓国人、登山ルートについてですけども、韓国人登山者の登山ルートです。これ調査地ちなみに、槍ヶ岳山荘さんで、行わせていただきました。で、ここでわかるのがですね、多くの人がですね、上高地を出発して、槍ヶ岳登山の後に大ギレットという岩場の難所を通過するコースを選択していることがわかります。大ギレットですけども、ご存知の通り、南岳と北穂高岳の間にある岩稜帯で、日本の一般登山ルートではですね、最難関に数えられる場所です。写真がご覧の大キレットの様子です。一方、台湾人の場合ですね、全体的にバリエーションに富んだコースドリーチをしていることがわかります。はい、次にですね、次、入山、入国から下山までのルートを、と、あと、登山時のコースタイムを調べました。コースタイムは山と高原地図に習っています。韓国人の場合、8時間以上のコースタイムのルートを多くのグループが通っていることが分かります。この赤い枠で、囲っているのはですね、分数なんですけども、60分かける、8、480分以上のものを赤い枠で、示してみました。初日からですね、多くの、グループが8時間以上のコースを歩いているのが分かります。で、通常50分歩いて、10分休憩すると仮定してですね、さらに昼食時間などを入れると、大体8時間のコースタイムは、10時間ぐらいかかるかなと、思うんですけれども、その朝6時に出発するとですね、順調にいって16時ぐらいの到着になるというふうに考えられます。で、一方ですね、台湾人の特徴はですね、入山初日の登山ルートがまず短い、赤枠はないんですね。で、比較的余裕のあるルート設定になっているのがわかります。ただで、一番下の8番のグループは、大キレットからジャンダルムに向ける難しいコースを通っていまして、そのあたりが長時間ルートになります。はい。これもですね、過去の登山経験なんですね。過去に一番、きつい、大変だった登山の経験を聞いてみました。どのように聞いたかというと、信州山のグレーディング表というのが、ありますけれども、そこにですね、登山道の様子、これ左下のですね、横軸が登山道の難易度で、左の方が優しいと。転倒しても、転落とかの危険がないようなものから、一番右側はもう本当にその大キレットな岩場のような、緊張が強いられ、ずっと強いられるような登山道である。それをですね、翻訳して、どんな山に来ましたか、日数を、聞いてですね、この表にプロットしていったというものです。で、オレンジ色の丸が台湾人、青の丸が韓国人です。はい。で、そのうちですね、大キレットを行った人たちをあえて黒くしています。で、真ん中にですね、黄色い線を入れて、さらにその大キレットの人だけを抽出していますと、結構顕著な対象が見えます。そうですね。韓国の人は、経験値の低い人が大キレットに行ってる。逆に台湾の人は大キレットにしてる人は経験値が高いという感じですね。興味深いです。はい。次、経験。これは、韓国、台湾で同じ、やった調査と同じようなことを、聞いてみたりしたんですね。まず経験で山中泊とか2500メートル以上の登山経験。当然ながら台湾人の方が経験豊富であると、いうことが見て取れます。あとですね、雨具や照明についてもですね、調べたもの。台湾人はほとんどの人は突出防水雨具、上下、トランプを持参しているのに対して、韓国からの人はですね、2割から3割弱の人が持参していないですね。で、興味深いのはですね、この糖質防水雨具上下というふうに、選択肢を出したんですね。実はズボン持ってないっていう。
そういうズボン見せてもらうと、実はゴアテックスフォーユーみたいな、完全防水じゃないものを持っているという方がいるという、わかります。で、今の槍ヶ岳、話した槍ヶ岳の調査のまとめと考察です。まず、登山コースの選定に違いがあります。韓国人は大規列に集中していることが分かりました。また、大規列の通過者も登山経験にですね、大きな違いがありました。はい、次、韓国人登山者は比較的軽装で母国の登山の影響が考えられます。はい、韓国人登山者、高山ならではのパノラマを求めですね、まあ、難易度の高いルートを希求しているのかなというふうに考えられます。で、そのですね、登山ルートの、情報の偏りなんですけども、これは私も別にどうやってルートをですね、情報を取っているかという、説問を別に設けてまして、まあ、多くの方はですね、SNS とか、インスタグラムとかですね、SNS などの情報から得ているという、まあ、回答が多かったので、まあ、そういうところとも一致しています。はい。で、考察です。これは、日本の植生をですね、垂直分布を、水平分布を図にした、まあ、植物の、まあ、図なんですけども、これに韓国のソラクサンと台湾の玉山が加わります。すると、こんな感じなんですけども、韓国のソラクサンは、まあ、朝鮮半島における灰末の南限でですね、韓国で行われる登山、ほとんどが岩場を除いて、まあ、ほとんど樹林帯で行われていると。一方、玉山などがある、台湾ではですね、高山帯の登山もあるということですね。で、そうするとですね、登山環境は植生完了など、まあ、自然環境を縦軸にして、登山道の整備状況など制度的な部分を横軸にして、ちょっと表にしてみました。まあ、ご覧の通り、まあ、韓国の登山文化は、まあ、低山樹林帯で育まれた登山文化かなというふうに思います。まあ、一方ですね、台湾は、高山帯の登山文化と言えるのではないかと思います。で、日本もまあちょっとこうあえて入れてみたんですけど、まあ、陶器の石屑が多いということで、まあ、花器の設計とかも多い。まあ、ただ一方で、台湾は無人の山小屋が多くてですね、まあ、登山道整備が日本に比べて行き届いているとは言えないのではないかということで、日本に比べて右側にしてみました。はい。でですね、冒頭にですね、述べた新聞記事の韓国人登山者の遭難事故なんですけども、まあ、これら、の行動がまあ指摘されています。まあ、もともとよく見ると、まあ、日本人も登山で、まあ、低山に行くときはこんな感じかなと。まあ、大雨のときは行かないですけども、まあ、行った場合はですね、まあ、多少の雨でも歩けるだろうということで、まあ、よく見られる行動かなと思います。で、結論です。まあ、登山者の行動特性ですもん、まあ、その国の登山ぶ、えー、文化にまあ影響を受けていまして、まあ、さらにその国の登山文化、気候やですね、地形といった自然環境や歴史的経緯によって形作られていると言えます。で、一方ですね、受け入れる側の日本人もですね、外国人登山者の行動特性、その登山文化から理解する必要があると考えます。まあ、そうすることですね、外国人登山者のニーズやが理解でき、さまざまな、対策を打つことが可能になると考えます。まあ、私がこの調査で強調したいのですね、私たち日本人も同様に、まあ、他には見られない日本固有の登山文化と日本人固有のと、行動特性を持っているということですね。まあ、これは、まあ、他国のですね、登山文化や行動特性と比較して、まあ、相対的に理解してですね、まあ、位置づける必要があるのではないかなと思っています。まあ、そうすることでですね、現在多くの現場で聞かれている外国人登山者との文化的な摩擦が解消できて、まあ、ゲストのニーズを取り込んだ健全な登山ツーリズムの国際化と発展が見込めるのではないかと考えています。で、まあ、ちょっと簡単な提言ですけども、まあ、異なる登山文化を持つ外国人登山者に対して、まあ、必要な装備、その利用を含めて、登山マナーとともに周知徹底することが重要ではないかと思います。次、登山ルートごとのですね、難易度や所要時間がかかる地図を作成したりしてですね、左側のオーストリアです。まあ、登山ルート、難易度、母国の登山コースと比較できるような表があったら便利ではないかなと思います。はい、あとですね、まあ、
季節に応じた多様な登山ルートの情報提供が重要かなと。まあ、SNS に頼ると同じところに皆さん集中する。そういう傾向が見られています。はい。次ですね。日本の山小屋は、まあ、韓国や台湾のそれと比べると非常に、まあ、利用しやすいです。お金を払えば飲食も、まあ、十分可能ということで、まあ、重要なサービス拠点になっている。まあ、なのです、ね、外国人登山者向けにさらに魅力的でですね、利用しやすい仕組み作りを進めていくべきではないかと考えました。まあ、最後にですね、まあ、ちょっと山井みそですね、まあ、外国人登山者に関する研究ももっと進めていく必要があると考えています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、今のご発表を聞きますと、韓国、それから台湾っていう日本にそれほど遠くない国でも行動に違いがあると。ただその行動の背景には、まあ、文化の違いがあり、さらに言えばその自然条件、山岳の条件の違いがあるという非常に興味深い発表でした。これについて何かフロアの方で、あるいはウェブの方で、ご質問があれば、いくつかお受けできると思います。いかがでしょうか。はい、じゃあお願いします。韓国と台湾の調査において、母数が21と26となっておりますが、これは単独の方なのか、それともグループ人数、何人かのグループを全部合わせたものなのか、その辺を知りたいんですが。26と21、それぞれですね、アンケートグループですけれども、アンケート回答者の数です。で、その中で同じルートを行った人たちは、その数字ではないので、それとは別に、ちょっとスライドの横に、全体の数を示していました。これ91人、全体、韓国人は91人で、台湾の人は41人です。そのうちのアンケートを答えてくれた人がそれぞれ21人と26人って、そういう感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ、佐藤先生、どうもありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。失礼します。はい、では続きまして、講演3となります。こちらの方は日本山岳ガイド協会の飯田さんの方にお願いしております。国際ハイキング資格の取り組みと課題ということです。では飯田さん、よろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、こんにちは。登山ガイド協会、日本山岳ガイド協会の、飯田千佳子と申します。今日はよろしくお願いいたします。講演さんのテーマとしては、国際ハイキングの資格というのがありまして、その資格の取り組みと課題ということで、今回は、山岳遭難防止の、対策協議会ということなので、山岳事故の防止においてインバウンド登山者における困りごと、問題点といいますか、まあ、困りごとと、それに対して、私たちが所属してます井村というんですけども、井村が貢献できることは何かということでお話をさせていただきたいと思います。で、これは、去年ですね、ドイツ、毎年本部で総会がありまして、その時の総会に私が代表で行ってきた時の、30カ国の代表が集まった時の写真になります。で、まず3つですね、大きくスケジュールとしてですね、お話今回させていただきたいと思うんですけども、多分会場にいらっしゃる皆さんもオンラインで聞いてくださってる皆さんも、どういった資格なのか何なのかと多分思っていらっしゃると思うんで、そういったところの概要のお話と、インバウンド登山者の山岳遭難の背景というところと、あと最後に私たちウィムラが、山岳事故防止についてですね、その観点で貢献できることは何かということでお話をさせていただきます。で、ちょっと簡単にちょっと私の自己紹介なんですけれども、普段はですね、新潟県に住んでまして、新潟県の越後湯沢のエリアに住んでまして、雪がとても多いところですね。で、夏はハイキングのガイドとか登山ガイドの、山に登って森の中ご案内したりとかですね、稜線歩いたりっていうガイドと、冬はスノーシューのハイキングガイドと、あと山スキーのガイドもしていたりします。
て、その、資格としては日本山岳ガイド協会の登山ガイド2という資格とスキーガイド1という資格で、その他に、今回ご紹介させていただく国際のハイキングの資格があるというところで活動しています。この写真、私がちょっと新潟県に住んでるもので、新潟の写真がたまに入るんですけど、新潟の写真ですね、守門岳というところの写真になります。これもスノーシューのハイキングにですね行った時の写真になります。はい、あ、写真がちょっとなんか私の時あれだったんですけど、ちょっと多分なんかこの落とし込んでいただいた時に横に向いてしまったようですけれども、まず、1番としてウイムラと IML についてということで、あと日本のウイムラの活動状況というところをお話しさせていただきます。でウイムラとは何かという、ユニオン・オブ・インターナショナル・マウンテン・リーダーといいまして、日本語にすると国際登山リーダー連盟ですね、国際的な連盟の組織になります。でウイムラはハイキング、トレッキング、ハイキングエリアを対象とした国際的なガイド組織になってまして、現在世界各国の30カ国が加盟しています。で日本山岳ガイド協会は2020年の11月にこの団体に加盟しまして、現在ウイムラの基準にの準じて、世界標準である国際登山リーダーの育成と認定をライセンスの発行をですね行うことが可能になったということになっています。でそもそもですね、ウイムラの歴史としてはですね、1989年にウイムラの前身で あるですね組織がヨーロッパ山岳リーダー委員会というのが1989年に発足しまして、その時はオーストリアとベルギー、フランスとイギリスなどですね、主ヨーロッパの国々で、作り始めました。で2004年に現在のウイムラの一番初めとなる組織ができまして、その時に正式に調印されて始まって、なのでちょうど20年、今年2024年で、ウイムラの団体が20周年になったということになってます。はい、で IML っていうのが、ウイムラっていうのが団体組織的な加盟の団体の名前になってまして、それに対して IML っていうのが資格の名前ですね、インターナショナルマウンテンリーダーという、日本語に略すと国際マウンテンリーダーという資格の名前になってます。でこの資格を取ると日本以外のウイムラの加盟国でも四季を通じたハイキングトレッキングを主体としたガイドとかサポート講習を行うことができるというような資格になってます。まあ、ただし海外で仕事をしようと思うと就労ビザが必要なので、それとはまた今ちょっと別の話になります。資格というところになります。で IML の資格認定者の職能範囲としては、登山ガイド2の、日本国内でいうところの登山ガイドステージ2の範囲とに準じていまして、雪がない時ですと一般登山道が職能範囲になっているので、破線のコースとか難路されるようなところ、あと沢のガイドとかが行うことはできません。で積雪期は森林限界を超えずに、日帰りでご案内ができる、施設から、2、3時間の日帰りでご案内ができる範囲というようになってまして、スキーとかスノーボードを利用した活動はできないので、山スキーのガイドはこの国際のハイキングの資格には入ってないというところになります。で日本 の国際的な山の資格ですと、国際山岳ガイド連盟というところの資格、国際ガイドと言われている資格があると思うんですけども、国際ガイドの資格はもう加盟各国の山岳の全エリアが対象になっているというところに対して、この私たちの国際のハイキングの資格っていうのは、主にその氷河とかは伴わずにスキー・スノーボードの滑走道具とかも持たないエリアでの活動っていうところが違うところになっています。でウイムラの加盟国が、フルメンバー今25カ国があって、アスピラントっていうのがフルメンバーになるための予備の、メンバーの皆さんたちなんですけれども、この前の2023年の総会ではフルメンバーにチリとですねノルウェーが新しく加盟して、アスピラントっていうその控えのメンバーの準メンバーのところにはジョージアが加入をされたというような感じだと、アメリカとかも今入り始めてます。でアジアでは日本が初めてこのウイムラに加盟した国になっています。
で、上村ってなんかどういうところを目指して活動しているのかっていうところなんですけども、世界中の登山リーダーや、登山者に上村を知ってもらって安全登山に貢献していこうということですね。あとは上村の加盟国間でのガイドスキルの調和が、あの上村の IML の資格を持ってたら、あのこの基準であのガイディングができるんだよねっていうところの調和を目指すっていうところと、あとはスムーズなあの相互の国同士でですね、あの向こうのヨーロッパ の、 あの資格を持っているガイドさんが日本に来てご案内できたりとか、日本から逆に行ってできるようになったらいいですねっていうところ、あとはこの青いブルーで書いてあるところが今回の山岳遭難に、の面の側面から言っても、一番大事なところになってくるかなと思うんですけども、安全で楽しい山と自然での活動を通じて国際的な相互理解を深め、お互いの文化自然を、尊敬し合える関係を築いていきましょうというところを目指しているという団体になります。で、日本の上村の活動状況なんですけども、現在ですね、加盟取得している IML の資格を取得しているメンバーが101名おります。まあ、ただこの中一部休会とかもおります。2020年の4月、今年の4月にですね、日本版の今まで上村の本部の方の英語版のページはまあずっとあったんですけども、日本版のホームページを新しく作ってリリースしています。で、メンバーの紹介と日本の山の紹介とかですね作ってますので、そこに海外の方も英語のページ日本語のページがあって、海外の方は英語のページにアクセスしていただいて、あのガイドをもしつけたい場合はガイドに直接依頼ができるというような感じになってます。あとメンバーのための研修会を実施したりとか、ビザ関係のところの整理と整備というところですね、というようなことも進めてますね。あとは上村スタンダードっていうのが、その基準、この基準があればこのライセンス発行する、これくらいこの技術があってこういうことができたらガイドになれますよっていうところの基準のところへの対応をしていたりとか、一般登山者に向けた情報の発信などを行っているという感じです。これが、日本版の上村のホームページの英語バージョンのところですね。これと切り替えでスイッチして日本語版に変更できるようになってたりしてます。で、これが去年の、その一番初めにあった集合写真のですね、本部の総会ですね。毎年ヨーロッパのいろんなところでやってまして、本部はスイスにあるんですけども、毎年ヨーロッパのいろんなところで総会をやってて、去年はドイツのバイエルン州というところで、オーストリアとのちょうど国境のところだったんですけどもやってまして、でいろいろな議案があるんで、それについてですね議論したりとか決を取ったりをしたりとかですね、あとは、バイエルンのトレーニングセンターというのがそこの研修に行ったりとか、各国希望の国はですねプレゼンテーションできますよということで話があって、で私も日本のですね山と自然についてっていうところで英語でプレゼンテーションをしてきたんですけども、その日本の山の素晴らしさとともに、訪日外国人登山者による遭難状況とかその背景とかのお話も上村のメンバーにお話をしてきました。で、2番ですね、次にインバウンド登山者の山岳遭難の背景ということで、先ほど佐藤先生からも筑波大学のですね佐藤先生一番初めにお話ししてくださった内容で私も拝見してですね、なんか考察、私の考察もなんか間違ってなさそうだなと思って安心して今お話しさせていただこうかなと思ってるんですけども、日本と世界の山の文化の違いとですね、あと訪日外国人の方が登山をする際の困りごとということをガイドの立場、あと上村と IML の資格を持っているガイドとして の考察ということでお話を聞いていただければと思います。で、訪日外国人の旅行者、これ朝 の午前中のですね警察の方のお話もありましたけども、旅行者数2507万人ということで、日本旅行と合わせて山に訪れる外国の登山者も年々増加していまして、でそれに対しての遭難件数も、外国人の方もですね、増えてはいると、445人となりまして、そのうち亡くなった方、行方不明の方が11名ということになっています。
で、長野県が332人、北海道が245人、東京都が233人となってまして、富士山が97人、これも朝の、警察の方の、資料にもありましたところなんですけれども、高尾山が133人、観光地として有名な山での遭難が相次いでいるということになってます。で、遭難の原因は道迷いが、これは外国の方に限らない、ちょっとこの最後のところはデータになりますけども、道迷いが最多で3割を超えておりまして、次いで滑落と転倒と続いています。で、死者・行方不明者の8割近くが登山届が未提出ということになっているというところで、これ全体的なところですけども、外国の方にも言えるというところだと思います。で、日本の登山文化と世界各国の登山文化が違うのかっていうようなところで、地域が異なれば当然異なる山岳地形や気象状況、これもさっきの先生のですねお話の中にもあったところなんですけれども、これ先生のいいところの自然環境の違いというところですね。あとは国によって異なる登山の基本という登山の基本や、あと登山文化ですねが違う、これは社会環境のところが違うというようなところになると思います。で、海外の方にとっては事前に山の情報を十分に収集して自分たちの経験値とか知識を使って、体力や経験に見合った山を選ぶっていうこととかですね、安全な登山計画立てるのめちゃくちゃ重要だよねって今回参加してくださっていることはみんな分かってるんですけども、それがまあなんかそもそもちょっと情報が不足しているのでできなかったりとか、登山計画を立てる文化がそもそもないよねっていう方もたくさん来ていらっしゃるということですね。で、十分な装備を整えることが難しい環境にあります。ということで、お迎えする日本側もですね、相手国のことを理解して、皆さんが登山に来てくださるために準備を行う必要があるのではないかということになるかと思います。で、世界の山と日本の山の違い、これ先生さっき韓国編と台湾編ということで作ってくださってましたけども、私の方は、韓国に対してと、あと日本とですね韓国の違い、あともう一個ですね日本とヨーロッパの違いということでちょっと一例をご紹介したいと思います。で、まず日本では自然の形状を残す登山道が多くありまして、基本的に自己責任で登る文化から、まあ、自己責任ではないんだよという話もありましたけど、まあ、こういう文化があるということですね。で、それに対して韓国の登山道の方はですね、国立公園の管理機関が整備してまして、登山口には管理者が、気象条件などで、登山口は、管理者の方が気象条件などで危険だと判断すれば閉鎖されます。で、そのため韓国では初心者でも楽しめる身近で安全なレジャーとして普及しているということになりますね。で、そのために、装備についても、軽装備で登山する文化があるというようなところになるかと思います。で、日本アルプスは森林限界を超えたアルパインエリアも多くありまして、また島国であるため気象の急な変化に見舞われる場合もあります。で、それに対しては、韓国のさっきの先生のお話もありましたが、韓国の最高峰はハルラ山の標高1950メーターですね。で、1500メーター以下の 山も多いということで、なかなかこの、アルパインエリアの稜線歩きの時に気象が変化、しやすかったりもするし、そういった場合どうなるかということをやっぱ想像することが難しいということですね。で、日本アルプスは数日かけて、縦走登山を行うことが、できる。で、それが魅力、韓国の皆さんにとっては魅力なんだと思うんですけども、逆に韓国では日帰り登山が主流なため、日本の縦走登山は魅力的であるって、ごめんなさい、そういうことですね、というような感じになっています。で、今回台湾のお話もね先ほどしていただいていて、先生のお話だと台湾は最高峰が3952m で、3000メーター峰も100座以上ある。一方で、登山の文化というのが近年までなかったというようなところで、やはり国によってですねそれぞれ違うということがよく分かる話だったと思います。で、続いてヨーロッパなんですけども、ヨーロッパの点としてまず日本ですね、日本の山は降雪量降雨量が多くて
標高がそれほど高くない山でも、急峻で谷が深い地形が多いということですね。それに対してヨーロッパアルプスの地形というのですよね、は、日本のようにこのような急峻なところというのがあまりなくてですね、すごく広々していて、まずなんか山を滑っていて、そんな道迷いでこっちちょっと一歩違う方向に行っちゃったんで、あらぬすごく全然隣町まで滑り込んでいくようなところはないとですね。一晩で1メーター以上の新雪が積もることもしばしばあります。世界的に見ても豪雪の国日本ということですね。でなので予想よりはるかに雪が深くて山中で行動不能となってしまうケースがあります。標高の高いヨーロッパアルプスの欧州人にとっては日本の山が高山という認識が、薄いということですね。で島国特有の気候とか、山の地形環境などについてもっと広く周知していく必要があるのではないかというのを今回この資料をまとめていて感じたところです。でこういったことを踏まえてですね、訪日外国人登山者の困りごとっていうのをちょっとガイドとしてですねピックアップしてみました。多言語化された山岳情報や気象情報が少ないため危険を察知しづらい。特に残雪期や厳冬期ですね。私たちの日本人ってさっき日本にとってもやっぱ日本人特有の文化があるんだよっていうお話をされていましたけども、私たちにとっては、富士山の5月6月って一番カチカチになってタイミング選ぶよねって思うようなところでも、いや5月ってもう春だよねみたいな感じで皆さんね登ってらっしゃる方もいらっしゃいます。そういったところの情報が少ないということですね。でインバウンドに対応した登山ガイドが探しにくい、山小屋の予約ができない、登山口までの交通機関が分からなかったりとか手配がなかなか難しいということですね。登山届が提出できないとか登山届をそもそも提出したりですね作る文化がないと。で観光プラス登山でいらっしゃるので登山装備が軽装になりがち。これは私も海外に行った時についでにハイキングしたいなと思うけどその時にそんなに長い30メーターロープとかね持ってったりはしてなかったりとかですね、やはりちょっと通常の自分の国で山に行くのとちょっと違う装備になってしまうということですね。時差ボケや慣れない環境で体調不良が起こりやすい、言葉が通じないこと、案内標識が多言語化されていないこと、外国語のガイドブックがほとんどなかったりしています。あとは山小屋での過ごし方とかですね、トイレの紙の捨て方とかがですねやはりちょっと分かりにくい、山小屋ごとに違ってたりとかもしますし、ここはこういうトイレだからこうやって捨ててくださいとかですね、なかなか難しいところがあるということですね。あとはクレジットカードが使えないとかもあると。訪日外国人登山者の現状ということで、ネットや SNS の情報を見て来日されている方が多いですね。で登山における危険性については把握ができていないことが多い、そこにリーチできていないということですね。山岳情報にアクセスできない、登山計画が立てられる遅い時間から登り始めてしまうこともあります。登山は海外旅行の一環としてきているので軽装登山による遭難も発生している、地図を持って登山をする文化がないというところも結構ありまして、で日本でも地図も情報も持たずにアルプス縦走してしまったりとかですね、そういった登山者がいたり、あとバックカントリーを行う際も地図とか土地勘もなくてですね、はい、入山されて、山の中でここ行くとどこに滑り込むのかなみたいな方もいたりとかしているということになっています。でゲレンデスキーやスノーボーダーが急増しています。でこれはちょっとうちの方のですねユーザーとかもそうなんですけども、いちごユーザーはアジアの方が結構多くてですね、ゲレンデにたくさんいらっしゃるんですけど、そこからツボ足でですね、ちょっともし行ったことある方は分かる、中尾根の方とかですね、結構すごく遠くの方まで壺足ですごく元気な若い子たちがみんな行ってしまってですね、そこで遭難するということが結構あったりしています。で訪日外国人による医療機関利用者のうち約3割が保険に未加入であるということとかですね、あと山でのマナーについて周知が十分届いてなくて、ゴミの持ち帰り、小屋での過ごし方とかですね、テント禁止、テント張っちゃダメですよというところとかちょっと分かってない場合があるということですね。
で、3番最後ですね、まとめとして山岳遭難の事故防止の観点で上村が貢献できること、写真がこれもまたちょっとすいません横向いてしまってるんですけど、ということで、訪日外国人登山者にとって、山も文化も異なる日本での登山、外国語対応可能な登山ガイドのニーズが年々高まっています。これなんか写真があったらなくなっちゃった。地域が異なれば山岳地形や気象条件も当然異なります。国によって異なる登山の基本というところですね。まずは海外の登山事情を広く理解して、訪日登山者受け入れの準備を行う必要があります。それにはどうしたらいいかというと、国際的な、相互理解を深め、お互いの文化自然を尊敬し合える関係を築いていくことが安全で楽しい登山活動への糸口になるのではないかということで、話をまとめさせていただきたいと思います。来てる外国人の方が問題を起こしてるわということじゃなくて、私たちも皆さんのことを広く理解できるように考えていかなければいけないんだなというのを今回ちょっと私も感じているところです。で、訪日外国人遭難の解決策で上村ができることは何なのかということを考えました。1番、訪日外国人登山者情報の、データ収集と分析。まずは現状で、どういったことが起こっているのか、でそれに対して状況の発信と注意喚起が必要ですよね、もっと必要ですよねという、エリアによっては白馬とかですね、リフトゴンドラの乗り場とかに遭難こういうふうに出ているから気をつけてください、出しているところもあれば、遭難があって遭難死亡事故とか起きているんだけど、それをなかなか表にお客様のところに情報として出さないっていうところも多かったりとかして、その辺のところはもう少し何か注意喚起をできるように、観光協会地元の地域ともつながりを作ったりしながら発信していくことが重要かなと思っています。あとは各国の登山背景についての情報の取りまとめと対策、先ほどの佐藤先生のお話もありましたけど、国ごとのこの表みたいなものが確かにあってもいいのかなっていうのをさっきお話聞いて思いました。伺って、あ、行き過ぎちゃった。各国の上村加盟国ともこれは連携してできることかなと思ってまして、日本から逆に日本に来る外国の方が多くて、今こういう状況なんだけども、各国でどういう背景か知りたいんだよねみたいな、連携してですねできるとよりいい活動になるかなと思いました。あとは訪日外国人登山者と IML 資格ガイドのマッチングシステム、今は海外の方がガイドつけたいけどもちょっとリーチできないっていう現状もあるということを伺ったので、そういったところがですねマッチングもちょっとできるようになっていくといいのかなというところですね。多言語化された山の情報サイトと登山者をつなげる、地方自治体や各エリアのガイドとも連携して行っていけるといいということですね。登山計画書作成の必要性を周知する、各国の江村ガイドとこれも加盟団体にも周知してやっていければいいかなというところです。で、江村加盟国メンバーと日本のメンバーとの相互協力体制の構築、これはこれからまた進めていきたいなと思っているんです。今回私もドイツの総会現地行かせていただいて、いろいろな国の皆さんと交流をしたんですけども、今までコロナで現地ずっと行けなかったんですけど、去年から一昨年から行けるようになりまして、やはり現地で直接交流して、直接こうやって対話させてもらうと、いろいろな文化の違いとかも分かったりとかですね、よりつながりが強くなっていくと思うので、ここから来ていただいたり私たちが出かけたりして、そういったところも草の根うのといいますかですね、やっていけるといいかなと思ってます。あとは訪日外国人遭難の解決策で IML ガイド、ガイド個人がこの資格を持っているガイド個人ができることは何かというところですね。お客様のニーズに合わせた安全で楽しい登山計画の作成とツアー実施、これは私たち日本人が日本の各エリアに地域に住んでいて、このエリアではどういう成り立ちでこの山ができて、自然はこういう特徴があって、下山した後こういう温泉があって、美味しいご飯がこういうのがあるんですよ、そういったところまで全て含めた合わせて、でお客様に合わせた安全で楽しい登山計画を作れたら、それはもう最高のサービスになるんじゃないかなと思ってます。で、国際基準に沿った、ガイド技術と外国語スキルを活用したガイドサービスの提供ということですね。
この IML の資格があれば、今あの世の中でね、まあ、あんまり IML の資格知っている方少ないと思うんですけども、それをもっと普及させてですね、あ、このガイド資格を持っていればこういうサービスが、これだけ安全なところが担保されたガイドサービスが受けられるんだなっていうのを知っていただけるといいかなと思ってます。あの登山ガイドの資格に対しても、ここ多分あの今ですね、私もあの自分のホームページで登山ガイドステージ2ですっていうのとか出していると、それを見て企業の方とか個人の方とか皆さん、あの申し込み、ツアーの申し込みとかしてくださるんですけども、それはなんか今までのこういう積み重ねがあって今そういう状況になっていると思うんですよね。で IML の資格も同じように、あのいろんなとこが積み重なってきて、そういうふうになってきたらいいなと思っているところです。国際的な視野を持ったガイドサービスの提供、山の情報や必要装備品等の細やかなアドバイス、山小屋の予約、保険加入、現地までのアクセス方法など詳しい情報提供を行う、地方自治体、地域と連携したガイド活動の取り組み、 IML 資格、あ、すごい、ちょっとすいません、 IML 資格ガイドのツアーにリピーターとしてお越しいただけるような、ご満足いただけるガイドサービスを、ご満足していただけるような、安全にですね、また日本に遊びに行きたいなと思ってもらえるようなガイドサービスを提供できるといいですねと思ってます。でまとめとして、ウイ村があの貢献できることは何かというところで、安全で楽しい山と自然での活動を通じて国際的な相互理解を深め、お互いの文化、自然を尊重し合える関係を築いていくことで山岳遭難防止に、貢献していきたいと思いますということで、今回のまとめとさせていただきたいと思います。はい、以上です。はい、飯田さんありがとうございました。ではあの飯田さんについの講演についてのご質問ありますでしょうか。フロアからでもウェブからでも、はい、じゃあお願いします。日本山岳スポーツクライミング協会、町田でございます。今日は IML ということを、まあ、お話しいただきありがとうございます。あの実は私もですね、あのそのハイキングガイドさん、あの知らなかったです。でちょっとですね、あのお聞きしたいのは、クライアントは全てインバウンドの方なんでしょうか。はい、国内の方はいらっしゃらないのか、いや日本人はまあお客様として使ってないのか、それともう一つは、あの皆さんは登山届っていうのはどういう形で出しているのか教えてください。はい、質問ありがとうございます。今のご質問は、海外のからのお客様のご案内がほとんどなのか、あの全てなのかという質問と、登山届についてということで2点あの質問いただいたんですが、まず私のところは、日本人の方の方が基本的には多いんですけれども、で、まあ、コロナもあったっていうのもありまして、コロナの前から海外の方も受け入れはしてたんですけども、でコロナになって一旦落ち着いて、あの海外の方亡くなって、でコロナ明けてまたあの増えては来てますが、日本人のところ、日本人の方の方が私のところは多くて、であの IML の資格を持ってるメンバーの中は、まあ、中には、海外の方ばかりっていう方も多いと思います。あの人によってというところかなと思います。そうですね、ゆずは冬のお客様がすごく多いので、冬はあのスノーシューのハイキングとかは海外の方も結構来ていらっしゃって、でリピーターさんで夏も日本行きたくてって言ってまた来てくださるっていう方も多いかなと思います。ただ上高地とか行くともう外国の方だらけなので、多分その地域によって変わるかもしれないですね。で登山届は、まあ、ガイドツアーに入ってきてくださった方の分についてはあのガイドが全てまとめて出しているのですが、海外の方に出していただくっていう時は、まあ、こういうサイトがコンパスとかですね、サイトがあるので、そこで英語でも対応できるようになっているので、あの質問があった場合はそういうところを紹介させてもらうっていう感じに なってます、やってます。あの皆さんはあの何を使ってますか。登山届は、登山届、あ、
なるほど。私は登山計画書って昔ながら の, フォーマットのワードのフォーマットのやつに記入したのをコンパスに添付して出してます。コンパスでもちょっと概要は書くけども、詳細はその登山計画書を作ったものを添付して出すっていうやり方にしています。コンパスをなので使用しています。 ありがとうございます、はい、私も先ほど の, その、まあ、インバウンドの方たちがやっぱり環境文化でその国々が、そのどんな環境なのかってよくわからない。私自身も、まあ、海外行って自分で調べることになるんですけど、ぜひその辺はそのインバウンドの方たちに日本の山ってこうだよって分かりやすいような何か工夫したいなと思ってますので、ご一緒にご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、私も去年の秋にそのドイツに行った時にですね、ドイツなんで基本がドイツ語なんですよね。でちょうどガイドミーティングなんで閑散期にあって、ロープウェイ、ちょっとそのガイドミーティングの前にせっかくなんでどっかロープウェイとか登ってハイキングとかしたいなと思って日本で調べてたんですけど、基本がまあドイツ語だったり、ちょうど閑散期なんでちょうどそのリアルな情報でこの時期にどのロープウェイが開いててどの登山道が開いてとか全然調べられなくて、結局現地に行って現地 の, インフォメーションセンターに歩いて行って状況を教えていただくっていうような感じで、まさにこれが日本で起こっていることだなって私もすごく思ったところなので、まあ、そういったところをどうにかしているといいかな、いけるといいかなと思っているところです。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。では他にありますか。じゃあこちらお願いします。たびたびすみません、日本記録山岳連盟の川島ですが、日本山岳ガイド協会さん、国際山岳ガイド連盟に加入していると思うんですけれども、これ国際山岳ガイド連盟とは全然リンクしてない組織で新たにあるということで、まあ、国際山岳ガイド連盟さんで認定している日本の資格って国際山岳ガイドだけで、それ以下は多分日本山岳ガイド協会さんがそのまま認定を国内でしているんじゃないかと思うんですけれども、その国際山岳ガイドより下の、まあ、資格についての、まあ、国際的な、まあ、資格っていうことで、これは日本山岳ガイド協会さんが認定している、まあ、登山ステージ1とか2とかそちらとリンクするような形になっているわけでしょうか。はい、質問ありがとうございます。おっしゃる通りで国際山岳ガイド連盟にも、JMGA が日本山岳ガイド協会所属してまして、で日本さん、JMGA の中の日本山岳ガイド連盟に所属しているそのガイド連盟、国際の山岳ガイド連盟と宇井村の国際ハイキング連盟の団体は別です。同じそれぞれスイスに本部があるんですけれども別になってまして、さっきもお話しさせてもらったようにおっしゃる通り国際山岳、連盟の資格は、そこに加盟している団体の国の山はもうすべての範囲でご案内ができるという資格になってまして、宇井村の方の資格はそのハイキングのところなのでスキーとかはできないですし、氷河での活動っていうのはできないというところに、なってます。なんでそれぞれ、まあ、別なんですけども、まあ、両方とも同じ山岳ガイド協会に、まあ、私たちも所属していますので、委員会がまあいくつかあるんですけども、国際ガイドの委員会があって、私は宇井村の担当の理事で担当させその委員会担当させてもらっていて、でそれぞれまあ協力していかないといけないところもあったりするので、それぞれでそこに協力しながらはやっているというところです。はい、ありがとう。もう一つ、これ各国の場合は一部、まあ、国家資格のようなものになっているというふうにも聞いてます。日本の場合は、まあ、国家資格でなく、まあ、任意の資格、というふうな形になって、いるんですけれども、この辺についてはどうですか。今後、まあ、国家資格を目指すとガイド協会さんのホームページ見ると書いて、あるんですけれども、その辺はいかがですか。そうですね、国家資格になっていくかどうかというのはちょっと今回の本件とはまた別の別件になるかなと思うんですが、一応国際ガイド連山岳ガイド協会としては、まあ、国家資格の方は目指していきたいというふうにして動いてはいるところですけども、またまあそれは宇井村の話とはちょっと別の話になるかなと思います。はい、
じゃあもう一つ今日山岳スポーツクライミング協会さんも主催者なんでですね、一つ突っ込んでいきますと、国際山岳連盟というのがあって、まあ、来週たまたまアジア山岳連盟の創立30周年新潟で行われるということで私も参加してきますけれども、こちらでもですね、国際山岳連盟の方で登山リーダー資格っていうのをですね、国際山岳連盟の方の認定を受けて今始まっているというところなんです。この辺とまあリンクするというかですね、どんな形になっていくのか、まあ、要するにテキストとか資格とかたくさんあって技術がですねそれぞれバラバラでですね提示されると、ちょっとそちらの方、私ども日本記録山岳連盟としてはどの辺をテキストにしていいのか、どの辺をどんな基準でいろいろガイドをお願いしていいのかとかですね、資格を取りに行ったらいいのかっていうところがですねちょっと複雑になるんで、その辺できればね整理していただけるとありがたいかなと思いますが。はい、質問ありがとうございます。それをちょうど今海外からもメールが来たりしてですね、やり取りをしているところで、まあ、それは多分飯村がこれだけちょっと人数が増えてきたり、以前よりもちょっとその団体としての規模も大きくなってきたり、世界的に認知がまあされてきているというところもあって、まあそれだけの動きではないとは思うんですけども、時代の流れできっと、まあ、その国際山岳ガイド連盟の方も、まあ、次のストップに動いているところだと思うので、湯村と国際山岳ガイド連盟の2つの団体も相互で協力しながらやっていきましょうっていうスタンスが基本的にはあるので、それはまあちょっと加盟している、私たちも日本の一つの日本の国として加盟しているところで、そこの中にも湯村の連盟の中にもやっぱ本部があって理事会みたいなもので進めているところがあるので、そういったところをちょっと私たちも話し密にですねやり取り、本学ともしてますんでやり取りしながら、注視はしていきたいなと思ってます。なので、また何か動きがあればお知らせできるようにになっていければいいかなとは思います。はい、まだなので組織としていろいろ動いているところというところだと思います。はい、はい、ありがとうございました。では飯田さんの発表と質疑を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。後半、シンポジウム後半の部分に入っていきたいと思います。こちらは予定の通りですね、ちょっと時間は押していますけれども、まず最初にワークショップ形式ということで、私の方でいただいたアンケートを、10分から15分ぐらいで簡単にサマリーをいたしまして、問題提起としたいと思います。その後ちょっと会場のセッティングの時間をいただいた後、ディスカッションということで、いろいろ問題、アンケートの方等で出た質問等をですね、パネラーの方と共有し、また議論し、場合によってはフロアの方からもご意見いただきながらまとめていきたいと思います。アンケートの方ですが、QR コードを見ていただければ皆さんの方でも具体的に結果を見ていただくことができます。私の、はい、出ましたね、前で共有しながらちょっと見ていきたいと思います。細かいところはそれぞれ見ていただければ結構ですけれども、外国人登山者どんなことが問題になりそうかなというところを、過去の新聞記事であったり、山岳遭難に関する資料等から、項目を起こしてみました。それ以外のところは後半の自由記述で出てくるかなと思います。見て分かります通り、この青が非常に思うと、それからオレンジでしょうかね、赤かな、かなり思うですので、このあたりがこのそれぞれの問題についてかなり懸念があるというところになるかと思います。で、ざっと見てきますとですね、だいたいどれも非常に思う、かなり思うを足すと、60% を切ったものはほとんどありませんでしたね。医療保険等の未加入によるトラブル、これが多分 58% ぐらいでちょっと少なめですが、あとはもうみんな 60% を超えていました。その中でもやはりかなり多いものが、この1番目の質問、言葉の壁により登山に必要な情報が収集できにくいことと、これ両方足しますと 86%
今日になるかと思いますし、あまり思わない人もほとんどいないということで、これがかなりね、登山者外国人にとって問題だろうと、まあ、これは当然言葉の壁の問題ですから、言葉が違えばやはり大変であると、まあ、特に日本の場合、最近はいろいろな国の登山情報も含めて、日本でも増えてきましたけれども、まだまだ問題を感じてらっしゃる方が多いのかなというところです。それから先ほど来ですね、文化とかマナーの違いというところ、文化、それからその背後にある自然、それを基盤にした文化とかマナーの違いということも出ましたけれども、これこちらの方は心配の程度が低いということなのかもしれませんが、合計すると71%ぐらいでしょうかね、少し1番目と比べると低めだという形になっております。それからちょっと意外だったのはですね、このあたりですね、言葉の壁で道標などが読めないことによる道迷いと、これ現場ですので、なかなかその、道標に書かれていることが読めないとちょっと大変なんじゃないかなと思いますが、これ足すと65ですから決して低くはないですが、他のところと比べるとちょっと低めというところが意外なところでした。それからこの辺りですかね、7番8番、これは佐藤先生の講演でもありましたし、先ほどの飯田さんの講演でも少しありました、その日本の山っていうのは気象とか地形がの条件が、ヨーロッパだったり他の国と違うところが結構あると、当然それに応じて、異なる装備も必要だし、異なる技術、心構えも必要だというあたりで、ここが意外と高いかなと思ったら意外とそうでもなくて、例えば気象に関してですと、青と赤足すと 67% ぐらい、それから地形の方もこれは 60%、 ちょうど 60% ですかね、 31.7 と 28.3なのでちょうど60と、もちろんどっちも 60%、 6割の方が肯定的に思っていらっしゃいますけれども、言語の壁よりもちょっと低めかなというところです。それからなるほどと思ったのはこの10番ですね、緊急連絡先への連絡がうまくいかないこと、あるいはその懸念ということになるかと思いますが、これは青が圧倒的に多くてですね、他のところと比べても 50% なので多分青が圧倒的に多いですね。そして赤と合わせると86.7% というところで、やはり怒った後その方の当然家族なりに家族なり友人なりに連絡しなきゃいけないという時に、そのインバウンド外国訪日外国人の方にはそこに一つ障壁があるんではないかということが見て取れるかと思います。で自由記述で2つの質問をいたしました。1つ目は、遭難防止対策として取り組んでいることがあればお書きください。それからこちらですね、遭難防止対策についてパネリスト、あるいは他の団体に質問したいことがあればお聞きくださいということで書いていただきました。数はそれほど多くないですね。こちらの取り組みの方は16件、それから質問は9件です。ちょっとこちらの質問の方を見てみますと、やはり言葉の問題を背景にして伝える手段とか、ですね、情報提供の仕方、それから先ほども出ました、日本の地形なり気候上の特徴ですね、標高がヨーロッパなんかと比べると、ヨーロッパの特にスイス、フランスあたりと比べると低めな山が多い中、そういう低い山でもそれなりの装備が必要だということをどう伝えるかというようなところです。
それから、救助事案で外国人対応された経験があれば教えていただきたいということですね。当然これ想像するだに、なかなかこう日本の通じない方を救助するというのは大変な作業かなというふうに思います。こちらの方はぜひですね、フロアの山岳遭難対策関係の方でももしご意見とか、経験があれば後で教えていただきたいというふうに思います。はい、こちらの方も似たような感じですね。これはガイドの話なので、後ほど取り上げていきたいと思います。それからこちらも、これもいろいろなことを集約したような質問ですけれども、言語情報のこともありますけど、こう背景となる文化とかそのあたりもどうするかと、一括りにはできないんではないかという中で、どんなふうにして、連携関係団体が連携できるかというような質問かと思います。で、一部はですね、おそらくこちらの遭難防止対策として取り組んでいることの方にも実際にもうすでに現場でやられている事例として、出てるんではないかと思いますので、ぜひ質問された方もこちらの方をちょっと眺めていただくといいかなというふうに思いますが、多くはやはりその言語も含めた情報提供というところが主になっているかなというふうには感じられます。以上は皆さんからいただいたアンケートの結果の概略でした。細かいところはそれぞれ見ていただければと思います。以上のところを踏まえまして、少し今後のディスカッションの方向をまとめておきたいと思います。まず、これまでの講演も含めまして、外国人登山者の課題、外国人登山者の遭難に関わる課題ということでいうと、一番大きなものとして、文化の違いがあるだろうということ。しかしそれは単純な文化そのものではなくて、やはりその背景にそれぞれの国の自然、地形だったり気候だったり、そういう自然状況があると、そういう自然状況の中で当たり前のようにやってきた、登山のスタイルだったり装備だったり、技術の準備の仕方、それがその条件とは自然条件とは違う日本に来て、ミスマッチする結果、それが遭難の、直接的な原因になることもあるだろうし、背景の原因になるということが一つあるかと思います。それともう一つ、冒頭でも申しましたけれども、外国人登山者の遭難、増え続けているし、今後もインバウンドの状況によっては注視が必要な状況かと思いますけれども、当然、数としては日本人登山者の遭難が圧倒的に多いわけです。そう考えますと、この外国人登山者の遭難に我々が今見ている問題っていうのは、ある種こう日本人登山者の課題の縮図でもあり、ひょっとするとこう未来を先取りするような問題であったりするということが言えるかもしれません。そう考えますと、この外国人登山者の遭難問題というのは、日本の山岳、これインバウンドからすると重要な資産なわけですよね。特にアジアの諸国であると、こう日本のような景観の持つ山というのは限られていると思いますので、そういう意味でもインバウンドの重要な資産であると思います。その資産の持つ魅力は発信されていると思いますけれども、その課題を知ると、そしてそれによってこの自然環境をグローバルスタンダードの的に提供するにはどうしたらいいかと、その試金石でもあるというふうに考えることができるかと思います。ですので、これから会場セッティングの後ディスカッションに移りますけれども、そのディスカッションのポイントとしていくつか私の方で挙げてみたいと思います。もちろんこれに限らず議論ができればというふうに思っております。一つはこのインバウンドの登山者って今後どう推移するんだろうかということですね。まず数が増えるかどうか、そもそもインバウンド自体、どういう見通しなのか、すでに3000万超えてますので、今後あの伸びがそのままいくというふうには思えませんけれども、どう落ち着いていくのか、そして、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、たくさんいる3000万
超えるインバウンドの中で山に行ってる人ってそんなに多くない感じですね、割合でいうと。まあ、その中でその割合が上がっていくのか、あるいはどういう人たちが山に行くようになるのか、その辺の推移、現状把握というのは非常に重要かと思います。まあ、その中で、アンケートの方にもありました、課題を挙げるとすればそれはもういくらでも挙げられますと、今日答えていただいた、まあ、問題点1から11いずれも、まあ、50-60% 優に超えているわけですね。とすれば どこから優先して取り組んでいくべきかというのもこれ一つの問題かと思います。それからこれは特にお二人のパネリストに直接お答えいただきたいところなんですが、まず飯田さんには、まあ、国際ハイキング資格というものはどう問題解決に資するのかということ、あるいはそれに派生するような課題問題点、それから久保井さんには、まあ、ルート管理者としてどんなことができるか考えていけるかということを、まあ、トレイル整備を管轄する立場として何か示唆がいただければというふうに思っております。また最後に日本人登山者にも外国人の遭難の問題がどのようにつながっていくのかというあたりをまた皆さんと一緒に議論ができればというふうに思っております。まあ、このようなことを主とあるポイントとしてこの後のディスカッションに移っていきたいと思いますので、この後5分ぐらいでしょうか、セッティングの時間をいただいて、その後お二人のパネリストと一緒に議論を深めていきたいと思います。ではセッティングの方よろしくお願いします。はい、村越先生ありがとうございました。それでは壇上に久保井様、飯田様を改めてお迎えしてディスカッションを行いたいと思いますので、壇上の方よろしくお願いいたします。では飯田さん、久保井さん、よろしくお願いいたします。まあ、先ほど興味深い問題提起講演をしていただきました。それぞれお立場が随分違うと思いますけれども、このお立場の違うお二人と、まあ、ここに、聞いちゃったから、先ほど私が提示したような問題提起、あるいは、まあ、お二人が今日の他の方の講演であったり、まあ、アンケートの結果を見て感じることを少しそこを掘り下げていきたいと思いますけれど思います。まず最初にざっくりした話でよいので、まあ、アンケートの結果であったり、お互いの発表等を聞いて、改めて何かこう感じられることがあればお話をいただきたいんですけど、いかがでしょうか。それぞれお願いします。じゃあ久保井さんからよろしいですか。はい、佐藤先生と飯田先生のお話を伺って、共通してあった話題として、対象者理解、相手のことをよく理解するということがありました。まあ、まさにその通りだなと思いました。まあ、環境省では、インタープリテーションということもすごく、まあ重視して取り組んでるんですけども、インタープリテーションにおいても相手を理解するということがすごく重視されていまして、まあ、お迎えするインバウンドの方々 のバックグラウンドを、よく知るということが今日のその、話題、課題解決の糸口になるヒントなのかなというふうに思いながら伺いました。はい、ありがとうございました。インタープリテーション、相手を知るということの重要さですね。はい、じゃあ飯田さんお願いします。はい、アンケートの結果で言葉の壁っていうのがすごく 86% ぐらいですかね、あったと思うんですけども、言葉はまあツールなので、そもそも相手に何を知っていただきたいとかとか、まあ、日本語にしているものをそもそも伝えられなければそれが英語でも伝わらないということで、言葉が英語喋れないとかで、私も海外にずっと仕事をしてたということではなく、遠征とかで行ってるような感じなんですけれど、なのでそこまでものすごく堪能ということではないんですが、コミュニケーションはものすごく得意なんですね。で、相手のその背景、先生もおっしゃったように背景を知った上でどの情報を相手に伝えるのが必要なのかっていうところの中身がすごく重要だなと思ってるんで、そこをなんか皆さんとぜひなんかお話もできたりとかすればいいか、今回なんかこの短い間ですけども、なんかちょっと深めていくことができればいいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。言葉ツールとしての言葉ということと、その中身っていうお話があったと思うんで、また拾っていきたいと思います。まずは久保井さんが提起されたインタープリテーションということですけれども、一般には私の理解だとよくこう自然観察者とこうインタープリターっていうような言い方をしますよね。つまり自然を解釈して伝える方ということだと思うんですけれども、環境省的にはそのもちろんそれも大事だと思いますけれども、ロングトレイルという文脈で言えば、トレイルの状況を単にその自然のなんていうのかな、花がこうだとか地形がこうだとかっていうだけじゃなくて、リスクも含めてインタープリットしていくような人って必要だと思うんですけども、そういう構想っていうのは終わりなんでしょうか。はい、そうですね。リスクとか利用に関する、安全も含めて利用に関する情報を一元的に発信していくことは重要だなと、ハイカーにとっても一元的に情報が得られることはすごく重要だなと思っています。多くの長距離自然歩道では都道府県さんに管理していただいているので、都道府県さんのホームページであるとか、そういったところで個別に情報を収集していくことが多いんですけれども、うまくいっているロングトレイルとしては、信越トレイルであるとか道の口潮風トレイルが、管理運営する団体がいらっしゃって、一元的に情報が発信ができていると。でその、道が崩れて通行止めになっている場所があれば、その場所とその迂回する方法を一元的に提供していまして、そうすればその、崩れた場所で、その事故が起こるリスクも減りますし、戻ってきて時間をロスして、無理なその工程になって、事故が起こるといったそういったリスクも下がると思いますので、そういったその一元的に情報を提供ができると、そういう、団体運営ができているということがすごく大事だなと、ロングトレイルにおいてはそう思っています。なるほど、はい。一元管理理想だと思いますし、そういうことによって利用者の信頼性も上がると思いますが、一方でなかなかこの長い距離のトレイル、ロングトレイルの一元的な情報管理って難しいと思うんですよね。そこら辺の、ノウハウというよりも何でしょう、もっとシステマティックにどうするといいのかみたいなのは、環境省として何かお考えというか知恵というか、そういうのは終わりなんでしょうか。ロングトレイルについて言えば、道の口潮風トレイルなども参考にしながら、本年その、東海自然歩道が50周年というふうに申し上げたんですけれども、その中で、その利用と利活用の促進 と、管理運営がうまくいっていくようなことを、考えていきたいということを先ほどお話しさせていただいたんですが、この50周年を機に、まず東海自然歩道でどういう方法であればできるのか、そういったところを自治体さんとこれから意見交換を始められてられたらと思っております。はい、ありがとうございました。そういう意味ではトレイルの数が増えてきたということで、ある意味ハード面が一段落したら、次はソフト面ということで、ぜひそういうところをお願いできればというふうに思います。このインタープリテーションということでいうと、当然ですね、飯田さんが関わってらっしゃるガイドさんというのは人的にそこ非常に重要な資源だと思うんですけれども、その辺について特にリスク情報のインタープリテーションあるいは伝達、その辺についてはガイド協会としてはどんなふうにお考え、あるいはこの国際ハイキング資格の中でどういうふうに捉えられているんでしょうか。そうですね、ガイドを雇ってつけていただいて登山をできるという、最大のメリットはやっぱり事前に、特に個人ガイドの場合ですね、事前にお客様と直接やり取りができて、ここの今回はこういう登山、このお客様の体力で、こういうご意向があるんだな、こういうことに興味があるんだな、で体力どのくらいだなというのに合わせて登山計画を立てて、こういうツアーができますよってやり取りをしながら、装備はこういうが必要ですよって、このくらいの体力と行動時間になりますみたいな話をさせていただいて、やり取りしながら十分に登山計画を立てて山に入山することができるので、それが最大のメリットだと思うんですけども、今までですね、登山 の、 そのガイディングの時ですね、まずそれ で、 でその登山届とか作ったりとか、そのやり取りのところっていうのは、直接的にはお客様には何ですかね、表面化はしないっていうか、お客様にじゃあおはようございますって朝会ってご案内する時に、そういったなんか問題提起しないでいくと、その
あ、すごくいい自然の中で一日楽しめたっていう思い出で終わると思うんですよね。それはそれで一ついいのかなって私自身もずっと思ってたんですけれども、でもそのお客様がその後今度個人で山に行くってなった時に、ガイドとしてはもうプロのレベルでできるガイド業務のところをやっている、目に見えないところのバックボーンでやっている、でもそこの部分をなんかあえてやっぱりお伝えしたり、登山計画を今回は作ってまして、こういうところに注意して作っているとか、地形図をこうやって持っているんですけど、これはこういうふうに見ると安全なので持っていますとか、今日は気象はどんな状況だったんで今日はここの登山道を選択しましたとかですね、やはりそのお伝えするガイドの立場で楽しいところだけお伝えするんじゃなくて、今回はこういうことをプロセスを踏みながらこの工程になって楽しい安全に登山ができるようになりましたっていうところを伝えていくっていうのもすごく大事かなっていうのをやっぱり近年感じてまして、そのようにツアーをするようにしたりと、ちょっと変えるようにしましたね。はい、ありがとうございます。私もガイドさんと付き合いがあるので一緒に山行ったりすることは時々ありますけど、そういう時ねよくあるのは、この花は何ですか、この珍しい花は何ですかとかね、あ、なんとかの鳥が鳴き声しますよねみたいなことは時々お話をしてくれるんですけれども、なんかそれと同じように、こんな危ないことがありますよねとか、危ないまで言わなくてもここってこんなリスクありますよね、さらに言えばどうですか、ここどんなリスクあると思いますかなんて問いかけて、参加者の方が考えるようなガイディングっていうのもあると、なんかこう少しずつ、本当に地道な話かもしれませんけれども、登山者のリスクに対する見方っていうのも底上げされていくんじゃないかななんて思いましたけれども、井田さん自身はいかがですか。はい、まさに本当に私も今までそこあんまり喋らなかったところが、喋ることによってお客様からより質問してくださったりとか、また次もじゃあ次はこういう側面でちょっと話もガイドの時にツアーの時にしてもらえると勉強になるのでいいということで来ていただいたりとか、自分でも山にね一人で行けるんですけども、勉強のためにまたツアーに年に何回か入りましたっていう方もたくさん来てくださるので、ガイド一人一人がそういう草の根運動みたいなのをしていくのは大事なのかなと思いました。で、今回のインバウンドの話で言うと、インバウンドのお客様とも、なかなかそれを海外の方とね話するちょっとその外英語のスキルが必要になるかもしれないですけど、伝わるとは思うので、今回はこういう形でここの山をご案内してるんですけど、ドイツの国はどうですかとか、皆さん来てくださってる国のお話を私たちも聞くと、お客様から直接現地の情報を知ることもできるので、そういったところでインバウンドのお客様とも積極的にそのようにして関わっていくのは重要なのかなというのを今日思いました。はい、ありがとうございます。ちょっと私プライベートな思い出になるんですけれども、イギリスの登山研修所のあるコースに参加した時に、午後から外での講習をやりますでプランニングを室内で、5人ぐらいのグループでやったんですね。でその時、まずこの講習の目的は何言ってくださいって問われるんですね。でとかって思って、日本だと普通目的はこうでこうでこうでって指導者が言うじゃないですか。それまず目的から言わされる。で最後はじゃあ何持っていくといいの教えてくれない、みんなで言ってリストアップで、その時すごく天気の悪い日だったんですけれども、いかにもこうイングリッシュジョークで日焼け止めとかっていう女性がいて、みんなで大笑いしたんですけども、なんかそういう問いかけ型のこうなんていうかな解釈とか伝達っていうのは結構アジア圏はちょっとわからないですけど、欧米の方って好きですよね、はい、そういうところを通して何かこうさらにこう深めてお互いに深めていけるといいなっていうのを、今井田さんのお答えからも感じました。2つ目の方ですね、言葉ツールとしての言葉ということで、これも2人にお伺いしたいと思います。先ほどのところとも少し重複するかもしれませんが、まず環境省さんの方で、ロングトレイルの中でのその、日本語も含めて、言葉こう多言語化も含めてですね、どんな感じのポリシーで、情報提供しようとしているのか、
まあ、それをどういうふうにこう地元に確実に落としていこうとしているのか、まあ、その辺のこう考え方とか、あるいは実際にどう進めているのかっていうところがあれば教えていただけますか。はい、まあ、国立公園では多言語の表示は進めていっているんですけれども、まあ、ロングトレイルという意味ではまだ必ずしも十分ではないかなと思っています。道の串岡トレイルなどでは情報提供できているかと思うんですけれども、まあ、その他の長距離自然歩道ではまだ十分できてないかなと思いますので、まあ、ロングトレイルについては長距離自然歩道については、まあ、今後の課題かなとは思っています。で、あと、まあそうですね、国立公園 の、 その、まあ、標識であるとか、その、まあ、サイトであるとかといったところは多言語で進めていますし、JNTO さん の、 ページの中でも、まあ、国立公園の情報を英語などで発信させていただいておりまして、まあ、多言語での情報発信はより進めていきたいなと思っております。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと小さな話ですけれども、その多言語というときに、まあ、どういう言語がターゲットになっているんですか。まあ、日本語、英語はまあ当然として、それ以外には。まあ、その中国語 の、 その、何でしたっけ、反対語とかと、反対語ですね。はいはい、ですとか、大体4言語ぐらいで、進めていることが多いかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ同じ言葉ツールとしての言葉ということで、まあ、ガイドとして、まあ、当然トレイル整備とはまた違って、こう書かれたものを出せば済むということじゃないと思うので、かなりその話し言葉によるコミュニケーションもあると思いますし、あるいはその先ほど中身という話がありましたけれども、まあ、どんな中身を言葉によって伝えていくかっていうところはガイドさんにとって非常に重要な部分だと思います。その辺について何かその国際ガイドハイキングの資格の中でどんなふうに扱われているのか、またそこから皆さんがこうなんかこう共有できるような指針みたいなものってありますか。そうですね、分かりやすくって言いますか、簡潔に分かりやすく、まあ、伝えたいことをまず伝えるっていうのが、まあ、重要なの、安全面としては重要なのかなと思います。学校で習う単語が分かれば、まあ、言いたいことは伝わると思いますし、あと今回私ドイツに行った時にチャット GPT の同時翻訳のソフトをですね使っていたんですけども、30カ国の人がこの広いホールで会議をしてたんですけど、もう同時翻訳でざーっと全部全ての人の情報がもう全て翻訳されて分かったりしているので、そういったところもテクノロジーのところも活用しながらやっていけば、それほどみんなが喋れない喋れないっていうほどのことではないのではないかと私自身は思っています。そういう時代もそういうふうになってきてまして、私も海外のお客様から外国英語でメール、まあ、届きましてやり取りするんですけど、今まあそういった翻訳のソフトとか使えば日本人のお客様とやり取りするのと同じぐらいのスピードで全然業務はもうできていますし、SNS もですね、まあ、ちょっとそのいいところの写真ばっかり出たりしてフィーチャーされてあまり良くないものみたいな感じになってる部分もあるとは思うんですが、SNS は同時翻訳のボタンとかもあるので、それで皆さんリーチがアクセスしやすいということですよね。そこなので、それでを逆に利用して問題提起を発信していくっていうのは、それも一つ、まあ、活用方法としてはいいのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。まあ、これ重要なヒントかなと思いますけれども、まあ、お使いになっている方も多いと思いますが、まあ、チャット GPT もそうですし、あるいはまあ Google 等の自動翻訳もそうですよね。あれ我々研究者のレベルでも、まあ、十分使えるレベルですので、まあ、そういうところを活用していくっていうのは、まあ、言葉の部分、まあ、我々一般的にこう日本人英語苦手意識が高いって言われてますけれども、まあ、そういうところを乗り越えていく一つの方法になるのかなっていうのは思いました。皆さんもお気づきかと思いますけど、 JR がね
特に新幹線の中だと英語の放送、あれいつでしょうね、2年ぐらい前からスタートしたと思うんですけども、覚えてますか？ものすごく下手でしたよね、申し訳ないけど一番最初。でも私あれを聞いた時に、あ、日本の社会変わったなと思ったんです。こんな下手な英語を公共交通で、アナウンスする決断をしたんだと思ったんですけど、だけどあっという間に上手くなりましたね、はい。まあ、全員ではないですけども、だからやっぱり下手でもスタートしてみるっていうことは結構重要なことなのかなと思いますし、それによってこうコミュニケーションがどんどん活発化していくということは一つ問題の解決の手がかりになるのかなというふうに思います。はい、まあここまでのところでお二人にですね、ちょっと問題のポイントについてそれぞれ挙げていただき、またそれぞれに答えていただきました。ちょっと一回ですね、会場の方からも何かこう二人への質問あるいは問題提起があればお受けしたいと思いますので、まず先に手が挙がった、はい、竹川さんお願いします。はい、山岳ガイド協会の竹川と申します。環境省の方にお伺いしたい点が聞こえます、あります。長野県がずいぶん前にお作りになった山のグレーディング表ってご存知ですか？山のグレーディング、まあ長野県内の、まあ、山をわーっとグレーディングして難しい山優しい山というふうにしてるんですが、それをいろいろ文字いっぱい細かいこと書いてあるんですけど、色分けされてるんですよね。で実は私も20年以上前から北アルプスの案内板をわからないと、外国人が来たら全くわからんと、むしろ色と数字でやってしまえばいいじゃないかと思ってるんですよ。でその時散々言ったけど、いや自然公園法で案内板は茶色に白文字と決まって、かつその目立たないように設置するっていうふうに言われたんですよ。案内板目立たないように設置したらアウトでしょうというのがあるんです。実は私の土俵地元で丹沢でものすごくこの道迷いをする場所があって、まあ県の自然公園課がたまりかねて真っ黄色の看板に赤文字でクロスザリバーで、向こう側も対岸も同じように書いたんですよ。そしたらこれは自然公園法に違反すると言って引っこ抜いて捨てちゃった、まあ登山者がですね。そしたら自然公園法はこの看板は命に関わる看板なので捨てないでくれってこう張り紙をして、こう傷だらけの看板を出してる。つまり一定程度の規制されてるんですが、実はトレイルを色分けして番号で表示した方が世界各国の人は言語なんか関係なく使える。例えば上高地から横尾までは赤いルートで、そこを1番とする。で右岸ルート、右岸ルートは同じ赤いルートで2番というふうに設置しとく。で上高地から、横尾から、唐沢上がっていくのは今度は黄色いルートとか緑とかっていって、まあ、4色か5色ぐらいのルートでこう山のグレーディング表に書いてある色分けと同じようなものを設置して番号をくっつけておけば言語表現はいらないんですよ。でそれに合わせた観光用の地図を渡しておけば皆さんそれを見て歩けるんじゃないかなと思うし、ヨーロッパのいくつかの国ではそうやってるし、先ほど地図なんかみんな見ないっていうふうに言ってましたよね。トレイル色で示されてるから自分は赤いルートを歩くんだっていうふうな形でいけばそのまま目的地達成できる、達せるっていうことができるし、まあ、ガイドする側あるいは警備する側パトロールする側はここ赤いルートなんだけど あなたこの赤いルート危険なルートなんだよというようなことも注意できる。そういった意味では国立公園法、自然公園法を直して指導表の色を、まあ、色彩が派手っていうわけじゃないですよ、色分けをしてトレイルも色分けをした形の案内表示をした方がいいのかなというふうに思ってます。特に八ヶ岳とか上高地周辺の山なんかはそういうのを実験的にやってみれば外国人なんかは非常に使いやすいんではないのかというふうに思うんです。そうすると、まあ、危険なルートは何色、少し危険なルートは何色で、まあ、一般の人が普通に歩けるルートは何色っていうような4色か5色ぐらいの色分けで、地図上に表記する。で地図上の線もそのラインが引いてあるっていうことにすれば
自分で、あ、ここは危険なルートだからやめようということが認識できると思うんですよね。で、言葉なんか多分いらないと思うんですよ。いかがでしょう、ダメですかね。はい、はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、まずお答えを。はい、まあ、まずすぐできそうかなと。ルートでレベル分けをされているという話は伺ったことがありました。で、まずすぐできそうかなと思ったのはマップからであればすぐできそうかなと思ったのが1点目と、で、その国立公園での標識をはじめとした工作物 その基準 その国立公園それぞれでの基準というのは管理運営計画というので定めていますので、まあ、その中で、地域で、合意形成したルールという形で、議論することはあり得るかなと思います。上高地では今国立公園ではインタープリテーション全体計画という計画を作成を進めています。その国立公園ならではの価値とかストーリーとかが何だろうということを地域の方々と一緒に議論をしています。で、まあ、その中で資源は当然守る対象でもありますし、まあ、利用する対象でもあると。で、その資源のどういうふうに守ってどういうふうに利用していこうかというのをインタープリテーション全体計画の中でも議論をしています。で、まあ、その中で、景色も当然資源になりますので、まあ、その利用上の情報を提供するのが重要か、それともその上高地ならではの景色に調和するのが大事か、まあ、そういったところもそういった議論の中で議論しうるのかなと思いますので、まあ、そういった議論を通じて地域で合意形成された内容であればそういったその管理運営計画の中で、その国立公園ならではの基準を独自の基準をその、議論していくということはもしかしたらありえるかもしれないと思いました。はい、はい、ありがとうございます。飯田さん何かありますか、今の件はよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、国立公園は今の質問の中にもありましたけども、法的な問題がいろいろあるとは思いますけれども、アイデアとしては国立公園以外ではすぐにでも使えそうなあれですよね、まあ、数字と色で分けていくと、いつの頃からかもう首都圏の鉄道もみんなそうなって駅の番号もみんな数字になってますよね。当然インバウンド対応だと思いますが、まあ、それと同じようなことが山でも考えうるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。では、お二人目そちらの方ですね。はい、コンパス登山統計システムをですね、開発しているコンと申します。コンパス日本の山岳4団体、ジムスカさん、それから日本山岳ガイド協会さん、勤労者山岳連盟さん、あと、まあ、日本山岳会の方々とですね、共同で、一つ安全対策ネットワーク協議会という組織を作りましてですね、まあ、そこで安全対策の一つの啓発事業として行っております。で、私がですね、コンパス開発でちょっといろいろと気づいた点の中で、一つ今回のこのミーティングの中でですね、まあ、外国人向け外国人向けの登山峠という表現についてちょっと一つね提言したいと思うんですけども、今この登山届、まあ、もしくは登山計画だとか入山届だとか、まあ、いろんな言葉が日本国内で氾濫してます。で、その中でね、まあ、日本人はある程度その言葉が違ってもですね、この意味っていうのはだいぶ理解されてると思うんですね。ただこの登山届という制度を外国語に翻訳したときに地域差でそれぞれバラバラなんです。登山計画を翻訳したりとか、まあ、登山届を翻訳したりとか入山申請と、まあ、そういった地域ごとに使われている言葉を翻訳しているためにその名詞が、ね、統一されてないんですね。で、外国人にとってみてその言葉がやっぱり違いっていうのは地域ごとに言葉が違うってことは多分意味も、ね、違うように取られてしまっている可能性が非常に高い。ですので、まあ、例えばこれからインバウンドに対してこの登山届制度をしっかりと啓発するんであれば、この登山届という言葉をね、もう日本語そのままで使っても僕はいいんじゃないかと思ってるんです。結構今日本語っていろいろもったいないだとかいろんなね単語はもう海外でいろいろと使われて認知されていますよね。で、この登山届制度っていうのも海外ではない結構日本独特の稀な制度なんですね。それであればかえって各言語に翻訳してね、
使うよりももう登山届という言葉をそのまま使っていただいて、この登山届とは何ぞやっていう説明をね、各地域ごとにやっていただいた方のが非常に効率よくこの制度というものが浸透するんではないかということをちょっと感じておりまして、まあ、一つここで提言したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。まあ、登山届あるいはまあ計画書というその言葉のとそれを翻訳どうするかという問題ですね。これについてはいかがでしょうか。久保井さんあるいは飯田さん、何かコメントがあればお願いします。環境省が登山届を受け付けているということもしていないのでなかなかコメントしづらい部分はありますけれども、まあ、そういった関係者関係機関と議論するときがありましたら、そういった話題も参考に、ご意見も参考にさせていただこうかなと思いました。はい、ありがとうございます。まあ、飯田さんは多分外国人の方とこう一緒に山、日本の山入る際に計画書なり登山届どうしようみたいなシチュエーションで、届けって何とかそういうやり取りもひょっとしたらあるのかなと思いますが、その辺も踏まえて何か今のご意見についてありますか。そうですね、特にはそこの部分で言葉のやり取りとか今までなかったんですけども、確かにこの今コメントいただいて登山届けってなってればカラオケと同じような感じで統一されてとても分かりやすくていいかなと、はい、思いました。はい、はいはい、ありがとうございます。確かに新聞なんかの報道でも登山届けと登山計画書がどうも混同されて使ってる、そもそも日本語自体でそういうこともあると思うんですね。ですから翻訳の問題以前にそれぞれの持ってる概念っていうのが正しく外国人に伝わってるかどうかっていうと、今、ご指摘のあったように、まあ、かなり何ていうか混乱をひょっとしたら内面的に招いている状況なのかなというのを改めて、感じました。まあ、こういうところも、実は背景にはこう文化的な違いがあるんじゃないか。例えば届けといったら何だろう、もうちょっと公的なものだったりとか義務化されたものっていうのをひょっとしたら国によってはイメージする。そうすると何だろうっていうようなことになり得るのかと思いますので、そういうところも含めて考えていく必要があるのかなというふうに今のご提案で思いました。そろそろ時間です。もう一つぐらいお受けできると思いますが、いかがでしょうか。ウェブの方は一つあるんでしたっけね。何か質問があるということでちょっとご紹介いただけますか。はい、オンラインからのご質問一つ受け付けます。飯田様へのご質問なんですけれども、日本の登山は日帰りの場合早い時間に登り始めて早い時間に下山するという認識でいますが、海外の認識と違いはありますかというご質問です。はい、ありがとうございます。登山の登り始めの時間についてということで、これも多分国によってですね全然違う、それぞれ異なるということだと思うんですが、事例でもあった韓国の場合ですと、まあ、管理されているところですし、それほど高い山もないので、ハイキング、ちょっとお散歩のような感じで 1,2 時間とかですね行くということであれば午後から行ってもいいと思いますし、ということのところだと思うんですが、例えば富士山で、まあ、遭難が多く出ているというところで弾丸登山と言っていると思うんですけども、通常だったら5合目から山頂まで、まあ、4時間ぐらいの工程で行けるというところを、それだけで見たら、あ、4時間で行けるわ、お昼から登ればいいわ、帰ってこれるというような認識でいる方もねきっと多いんだと思うんですけれども、あとはまあ、ヨーロッパと比べると標高が3776かみたいな、全然いけるわってなると思うんですけども、でも実は2300、5合目の2300から登り始めて一気に登るとやっぱり 3000m 超えると高山病になってしまうリスクがある、あと独立層であるのでやっぱり風が多くたくさん吹いたりします、いろいろな状況があるので、やっぱり1回7合目8合目9合目の山小屋で仮眠をして4時間かけて5合目から8合目まで行って寝て、また4時間かけて次の日登るとちょうどご来光も見えていいですよ、で帰りは3時間4時間かかりますというような感じで登山計画を立てると高山病にならずに安全に降りてこれますよねっていうような感じで、やっぱりそうなると倍変わりますよね。まあ、そういったところでそれぞれ違いがあると思いますので、やはり登山計画というところが大事になってくるのかなと思います。それぞれの場所によってということです。まあ、国によっても違うということだと思いますし。
はい、ありがとうございます。私もちょっと一つ個人的なエピソードですが、今のに関連してお話したいのは、ノルウェーの最高峰って2500メートルぐらいなんで、まあ大したことないんですね。まあ当然ノルウェーですから北の方にあるので全部高山帯です。で、当然私たち3人で登ったんですが、まあ、日本の常識で8時ぐらいに出てたかな、それでも日本の常識だとちょっと遅いかもしれませんが、歩き始めて降りてきたのが多分昼ぐらいだと思ったんですけど、これから登るおばちゃんたちにすれ違いまして、これから登るのみたいな感じに思いました。でどんどん他の人たちも登ってくるんですね。でそこで思ったのはやっぱり気象条件が、夏山の気象条件が全然違う。まあ日本だとどうしても天気のいい時はやはり2時3時を過ぎると当然雷雲が、雷が心配であると、だから早出、早月っていうことになると思うんですが、ノルウェーはどんなに晴れてても夏でもまあそんなに雷になることはないというふうな気象条件もその背後にはあると思いますので、まあ、今日の皆さんのお話の中にもありますが、自然条件がその文化的な行動の違いを生み出しているということが背景にはあるのかなというふうに思いました。はい、ではそろそろ時間が近づいてきましたので、お二人のパネリストの方には最後に何かもし一言あるいはまとめ的にあれば簡単にお話しいただければと思います。繰り返しでも、重要なところを繰り返しでも構いません。よろしくお願いします。じゃあまず久保井さんからお願いします。はい、まあ、ロングトレイルアドベンチャートラベルの有料事例としても紹介されて取り上げられているというお話をさせていただきました。アドベンチャートラベルでは地域に貢献することといったことが重視されています。まあ、地域にを大事にするというお客さんが多いのかなというふうに思います。で、まあ、アドベンチャートラベル の参加者とか、ロングトレイル のハイカーの、事故が多いか少ないかはちょっとデータを持ち合わせてないんですけども、あまり聞くことは少なくてですね、やはり地域に迷惑をかけたくないという方が多いというふうに感じてますし、まあ、ロングトレイルを歩くハイカーの方は、まあ長い道を歩くことの一部でもそのトライをしようとする方ですので、まあ、よくお調べになってきているのかなと。で、まあそうですね、まあ、そういったそのインバウンドの方々の中ですごく、まあ地域を大事にする方々が増えつつあるのかなという感じがしています。でそういった方々が増えていけば、まあ何と言いますか、まあ、事故も減るのかなと思いますし、まあ、それはインバウンドの方々だけではなくて、私たち日本人がその海外に行く時も同じですし、国内の旅行をする時でも訪問先を尊重して、大事にして、で、という意識が高まっていけば、まあそうですね、まあ、事故も減っていくのではないかなというふうに感じました。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ飯田さんいかがでしょうか。はい、やっぱり外国の方の、遭難もまあ増えている、まあ、登山者が増えているのでその分多くなっているというところで、やはり外国のお客様に対応できるガイド、国際のハイキングの資格のあるガイドがおりますので、少しでもそういったニーズが、需要があるところでニーズでですね、必要としている方に私たちのサービスが届けられるように、もう少し私たちの活動をですね、していただけるように、まあ、そういったアクセスの場を増やしていくというところと、あとはせっかくその上村という国際的な、連盟に加盟してますので、海外の外国の上村の資格、IMLの資格を持っている外国の方、外国の海外の、ガイドの人とも連携を取りながらですね、日本にぜひ来るときは私たち、まあ、アクセスしながら一緒になんかできたらいいですねっていうようなところでやっていければいいかなと思ってまして、今日は話に出ませんでしたけど、海外の方が日本に来てですね、ガイドがですね、IMLの資格を持っているガイドが来たときに、ご案内できるビザがまあ必要ですよね。私たちが海外行くときもワークビザが必要なんですけど、来るときにもワークビザが本当必要なんですけども、その辺のところの整備っていうのも今上村の委員会と日本山岳ガイド協会の方とかでも整備を、まあ、整えているようなところなので、そういったところを、海外の、上村の資格ある方にもちょっと何か、なんていうんですかね、提供できるような、こういうふうにしたら、まあ、取れますよみたいな感じで提供できることができれば、また日本のガイド、その上村の
日本の、連盟必要だよねっていうような感じで必要としてくれるところが、まあ、ガイドも世界的に世界のガイドも必要としてくれることによってまた存在意義も上がってくると思うのでそういったところの活動も含めて進めていきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。ではディスカッションの部分はこれで終了にしたいと思います。皆さん2人のパネリストに盛大な拍手をよろしくお願いいたします。はい、では残り数分ほどになりましたので、簡単にまとめをして、終わりにしたいと思います。はい、すべての側面をまとめること難しいので、まあ、私の主観も入っておりますけれどもちょっと3つ3点ほどまとめておきました。まず第1点は、今日さまざまな講演聞きましてやはりその不安全行動の背後には、まあ、文化がありさらにその背後には、その国その人が来た国の自然、地形とか気候等の自然条件があるということです。まあ、この点は我々が今後ですね、外国人の登山者に接する上でかなりこう念頭に置いておかなければいけないことかなというふうに思います。で当然そういう状況ですので単にこれは危ないよというだけではなくてやはり丁寧な説明というものが必要ですし、まあ、長くはなるかもしれませんけれどもその文化そしてその背後にある気候だったり地形だったりあるいはルートのマーキングのあり方だったりとそういうところを丁寧に伝え、まあ、場合によっては双方向的に質問を聞いたりしながらするやり取りも必要なのかなというふうに思いました。2番目は、まあ、インバウンドの数勢は、まあ、今後はもう当然増えていくでしょうしやはりその自然を目指す外国人登山者も増えていくとすれば、まあ、どう共生していくのかということをやはり真剣に考えなければいけないということです。これはまあすでにこう日本の都会ではそうなっているわけですよね。きっと20年ぐらい前だったらまだまだ人少なかった。でもあっという間に4カ国語の表示が増えたりとか、路線図が数字といるわけで、簡単に言葉ができなくても見分けられるようになったと。まあ、それと同じように、まあ、日本の自然をこうインバウンドの材料として提供するとすれば、外国人にも見やすい分かりやすいいろいろな情報提供というところも必要になると思います。それはひょっとすると、まあ、山とか日本文化を見直す契機にもなりまた山の在り方それこそ登山道の整備あるいはマーキング、あるいは山小屋の在り方等についても考え直す契機になるのではないかなと。それはおそらく日本人の登山者にとっても安全で快適な山につながるのではないかというふうに思います。最後に山の安全についての発信可能性はどうかということで、今日も2つ非常に重要なアイデアが出たかと思います。もともと日本文化っていうのはこう細やかさで売っている文化ですので、まあ、安全についてもそういう部分がですねひょっとしたらこれこそグローバルスタンダードの一つの種になるんじゃないかということがあります。まあ、これ私の妄想もかなり入っています。先ほどありました登山届英語化するとあるいは色や数字によるルート案内とこんなものもひょっとしたら海外に向けて発信できるようなものになるのではないかというふうに思いました。まあ、以上いろいろな問題提起今日はしていただきまた具体的なヒントも、ね、出たように思いますので、今日参加された方フロアだけではなくウェブの方もお持ち帰りいただいて、それぞれの場での遭難対策に資していただければと思います。今日は長丁場でしたけれどもフロアの皆さんそれからウェブの皆さんどうもありがとうございました。またパネリストの方にもう一回盛大な拍手よろしくお願いします。どうもありがとうございました。村越先生長時間にわたり進行いただき誠にありがとうございました。今回の協議会が参加者の皆様にとって非常に有益なものとなったと思います。改めて村越先生久保井様飯田様に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆様ご講談ください。続きまして山岳遭難事故防止のためにつきまして独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所米山隆所長よりご提案いたします。米山所長よろしくお願いいたします。
今ご紹介いただきました登山研修所の米山でございます。それでは、山岳遭難事故防止のために、登山者並びに関係者に次の通り、提案申し上げます。登山者は、山岳遭難事故防止のために次のことに取り組む。一つ、登山は、目的とする山をよく理解することから始まり、地図を基本にガイドブックや現地等から事前に、登山道の状況、積雪量や雪崩の危険性、山小屋の営業期間など山域の情報を入念に調べ、パーティー全員がその山をよく理解するとともに、体力と経験に応じた無理のない登山計画を立てること。一つ、登山計画書を家族や職場、山岳会のメンバー等に事前に知らせるとともに、登山届の提出が義務化されている山域では、各都道府県の提出先や登山口の登山届ポスト等に必ず提出すること。一つ、単独登山はやめて仲間と登り、ツェルトや救急用品、非常食を必ず携行して、一人ある行動を心がけて安全に登山を行うこと。一つ、山の事故は自己責任であり、必ず山岳保険に加入すること。一つ、緊急時に確実に連絡を取れる手段を確保するために、無線機、携帯電話等の通信機器、必要に応じて予備バッテリーを、準備するとともに、山域の通信エリアを事前に確認しておくこと。一つ、登山の出発前に山域の最新の気象情報、あるいは火山情報等を入手して、現地の状況を把握すること。一つ、登山中は常にパーティー全員の体調や疲労に注意を払い、コースの状況、気象条件、時間設定等に応じ、あらかじめ検討しておいたプラン B を実行するなど、冷静な判断により、山岳遭難事故を絶対に起こさない心構えで行動すること。次に、関係者は山岳事故防止に向けて山岳遭難事故ですね、防止に向けて次のことに努める。一つ、登山計画書の作成と登山届の提出を奨励し、計画的で安全な登山の普及に努めること。一つ、登山道、道標、トイレなどの整備とその適切な管理に努めること。一つ、今後設置する道標および案内標識の様式、表示方法等について可能な限り統一に努めること。一つ、詳細な山岳情報、気象情報、火山情報等の提供に努めること。一つ、中高年登山やツアー登山参加者、外国人登山者の安全確保に努めること。一つ、遭難救助活動に従事する者は、自分の命、仲間の命、遭難者の命、3つの命を守ること。以上になります。ただいまの提案について何かご質問などはございますか。特にないようでしたら、ご承認していただける方、改めて拍手をお願いいたします。提案につきまして、承認していただいたと判断いたします。米山所長、ありがとうございました。これを各団体の機関紙やホームページの掲載を通して、広く普及啓発し、山岳遭難事故防止のために活用していただきたいと思います。引き続き、閉会式に移らせていただきます。ただいまより令和6年度全国山岳遭難対策協議会の閉会式を行います。それでは、公益社団法人日本山岳スポーツクライミング協会、小野寺仁専務理事より閉会のご挨拶を申し上げます。日本山岳スポーツクライミング協会の小野寺と申します。
本日はお忙しい中、会場の皆様、ウェブの皆様、お集まりいただきまして本当にありがとうございました。また講師の先生方、本当にありがとうございました。ご承知のように、この協議会の目的は山岳遭難をいかに減らすかということにあります。午前中の先生方の話で、午後におけるインバウンドの話、特に日本人の遭難がなかなか減らない中、さらにインバウンドというような形でいろんな事象が紹介されました。このような形で世の中ダイナミックに変わってきているというふうに感じますし、逆にまたその対応方法も我々はダイナミックにしていかなきゃいけないというような形を感じました。そのような形で意を強くいたしました。関係者の皆様、これから大変かと思いますけれども、山岳遭難減らすために努力していきたいと、そういうふうに思っております。本日は一日ありがとうございました。失礼いたします。小野寺様、ありがとうございました。以上をもちまして閉会式を終了いたします。